はい、こんばんは。開始までもう少々お待ちください。はい、それでは、えー、本日担当リスタートガイダンスの監査論編を始めていきたいと思います。で進行します。私広山です。よろしくお願いします。 で、本日は監査論の高橋先生にお願いしております。高橋先生、今日よろしくお願いします。はい、お願いいたします。はい、お願いします。では、えっと最初に私からこの、えー、リスタートガイダンスの趣旨、えー、他の科目でも話してるんですが、最初にお伝えしたいと思います。で、えっと5月担当が先日行われましてその後で、えー、お自身のこう。科目ごとの成績とか、それ総合パーセントを見たときに、まあ、この科目であと何問欲しいとただ。 具体的にどの問題をどうやったら取れるようになるかとか。それから自分の勉強法が何が足りなかったかで、12月に向けてまあ、具体的にどんな講義を受けたりとかまあ、テキストをどうやって使うかとか、そういったところです。ごくこう。皆さんそれぞれ悩まれる時期なんですね。で、あのこの時期に私もそうですし、科目の先生方が質問を相談を受けているんですけども、ちょっとどうしてもあの時間内に詳しい話をもっと。 あのしたいということで、できるだけあの科目ごとで共通する話はお伝えして、その上でご自身の細かい状況ですとかそこの話をしたいなということで、今回リスタートガイダンスを今年からしております。で今日はあの高井先生に監査論のガイダンスとしてお願いしています。最初の部分はウェブスクールにも。 ガイダンスとしてアップされるんですが、後半部分は YouTube のみで、あの私と座談会みたいな感じでしていきたいなというふうに思っております。では皆さん、あのままだ担当の疲れがのあの切れ乗り切れ切れてないと,ところかと思うんですけども、あのちょっとゆったりあのして聞いていただけたらと思います。じゃあ高橋先生どうぞよろしくお願いします。はい、じゃ画面共有していきます。はい。はい、いいですかね。はい。お願いします。 えー、監査論講師の高橋と申しししまますす、えー、よろしくお願いいたします、えー、では、一番最初にですね5月の担当式本試験になりますけれども、ざっくりとですね、まあ、どういう出題形式だったか、傾向だったかといったところを、簡単ではありますけれども、コメントさせていただこうかなと。 でまず、出題形式、特徴なんですけれども、監査論、理論科目っていうのもあるので、まあ、そんなにあの毎回毎回、傾向が変わるということではないんですけれども、12月担当を受けられた方であれば、おそらくあの、まあ、肌感覚として実感されているとは思うんですけれども、前回の12月担当と比べると、問題は難しくなってます、難しい論点といいますか、細かい論点といいますかで、それがちょっと増えたなと。 逆に前回の12月が非常に簡単だったというところはあるんですけれども、そこの難易度といいますか、論点といいますか、まあ、そこがちょっと解きにくかったかなというところが、1つ、えー、大きい特徴としてはありました。でえー、その次になるんですけれども、えーまあ、問題ごと でこのまあ難易度自体は、あのまあ、私たちといいますか、タックのカンサロンチームの方で、ABC で、まあ、A が優しいということでつけていってますで。ちなみになんですけれども、私がよく解説とかで話をしているのは、難易度 A として位置づけているものについては、全部取ってほしいとで、難易度 B としているものについては、まあ、最低半分以上。 ししてほしいとで難易度 C については、まあ、これは落としても仕方がないかなという位置づけ、まあ、これであの普段解説はしているんですけれども、その点でいくと、今回はです、ね、難易度 A が11問ですかね、難易度 C が4問、間の難易度 B が5問、なので、11問、5問、4問になりまして、例えば今お話しした難易度別で見ていくと、A が11問なので、まずこれ全部取ってねと。 でその上で難易度 B が5問になるので、まあ、これを最低半分以上とすると、2.5問なので、死者誤入しちゃっていいか分からないですけれども、まあ、足すと14問になるんですね。でただ、まあ、この正答率ですね、まあ、ちょっと古いと言いますか、アタックのデータリサーチのまあ中間時点のものになるので、あのまあ、おそらくは成績がいい人が多めに提出している。 中での正答率だとは思うんですけれども、問題の14ですね、リスク評価に関する問題ですけれども、これはちょっとまあ解きにくいというか、難しいかなという判断をしていたんですが、意外と正答率が高くて68、68%でした。なので、仮にここに乗れたとするのであれば、7割以上ですかね、なので75%、15問ぐらいいけたかなと。 というのが、えーまあ、最終的な、まあ、これもちょっとふたを開けてみないとわからないところではありますけれども、難易度というところになっています。ということで、あのまあ、科目全体としてのボーダーラインとしては、あのまあ、70%と。 させていただいているんですけれども、ちまた、あ、ではボーダーが高いんじゃないかというふうに言われていることと、あと、先ほどの問題14ですね、リスク評価の正答率が、こちらが考えているよりも高かったというところもあるので、一応70%は最低欲しいんですけど、まあ、上1割とか、その合格者の中に入る上では75なのかなというふうに、現時点では、 私個人的にはちょっと考えているところではあります。まあ、あとあの、細かいところにつきましては、解説を見ていただくなり、まあ、あとはあの質問等をです、ね、個別にしていただければいいかなと。<laughs> で、えーと、今回の,あの、まあ、ウェビナーなんですけれども、じゃ次、スタートキルにあたって、えー、どのように、えー、勉強を進めていくかというところにあのなってくると思うので、まずはまどういう講義を 等があるかとといいうところをお話ししていきますでまず可燃度性向けについては、あの基本的な講義としては、今、映ってますけれども、担当対策講義というものがあります。で、これがですね、収録を担当している講師が2名おりまして、まあ、1人が私、まあ、高橋になります。で、もう1人はあの岡田先生という、まあ、関西の方になるんですけれども、収録しておりまして、2名体制で、えー 講義は行っていますで2人とも同じような講義を展開していても、まあ、あまり意味がないのであの、まあ、相談とかもしているんですけれども、まあ、ちょっとやり方を変えていこうということを、えー、話しています。まあ、昔から変えていたところはありますけれどもで、えー、まずこの担当対策講義なんですけれども問題が毎回くっついてきます。でちょっとここには書いてないんですけれどもあの過去問約年年分2013年 からまあ、ちょっとこの選択肢はどうかなとか、あとは改定でもうあの問いとして成立しなくなってしまいましたとかっていうところはあの基本除いてるんですけれども、2013年からの過去も基本全部入れているという形にしています。あすいません、ちょっと訂正しますとあの、基本的な問題は入ってないです。基本的な問題については、冊子として配られる担当対策、問題集というものがありまして、 それはあの、まあ、皆さんがお手元に持って、まあ、特にあの去年もタッグで受講された方は、ちっちゃい冊子ですね、あると思いますけれども、そこに入っているものを除いて、えー、問題の形として配布していると。なので、担当対策問題集の冊子と、担当対策講義で配られる問題を合わせると、ほぼ10年分の過去問が網羅されるという形になっています。 まなので、まあ、より応用的な問題が多く入っていると思ってください。で、その上でなんですけれども、まず先に岡田講師ですね、岡田さんの方なんですけれども、えっと、岡田さんにつきましては、あのその配られる問題なんですけれども、これは講義の前に解いてきてほしいというふうにおっしゃってます。で、たい毎回ですね、あのまあ、あの会によって当然問題数違うんですけど、一問一答になっているので、30分。 30分分かからら40分ぐらいですかね最終回の,あの監査制度論法律の方はどうしても論点が増えるのでかなりボリュームは増えてしまうんですけれども最初の方はだいたい3 4 0分で解いてき解けるかなというようなボリュームになってますでそれを解いてきていただいた上でそれを踏まえつつあのインプットを中心とした講義を行っていくと。 これがあの岡田先生の講義になってますでじゃあ、私の方はというと、あのまあ、ここにも書いてありますけれども、あの一通りインプットを終えているということを前提として、ですねあまりあの内容の解説はいたしません。内容の解説とか、あとは論文向けの内容解説はしなくてですね。 あの前半後半に私の方は講義を分けていまして、前半については、各論点ごとで、問われやすい論点とか、あと形式ですね。この一節については、こういうふうによく試験で出ますとか、いうような形の指摘をこうちょこちょこしていくというイメージですかね。で、それを踏まえた上で、私の講義の場合は、講義の中で、 配布問題に取り組んでいただくということを、えー、考えています。なので、まあ、30分なり40分なり、時間も取って、それで問題を解いてもらうと、でその配っている問題はここも漏れなく入れているので、ものすごく細かい論点、あるいはテキストに形成されていないような論点、も収録されてます。 なので、問題を一通り解いていただいた上で、まで、あ、そういった、何、これ見たことないんだけどっていうような論点についても、まあ、合わせてフォローを行っていくというスタイルになっています。ですので、あの監査論、まあ、あのご自身の感覚で構わないんですけれども、まだちょっと全体的に理解が足りないかもなというふうに考えているのであれば、まあ、岡田先生、岡田講師の,の講義を受けてもらって、まあ、講義は全部受けなくてもいいかなと。 例えば担当で毎回6割ぐらいは取れますとか、6割5分取れますとか、ある程度理解はしているかなという方については、私の方の講義を受けていただければいいかなと、あくまで目安ではありますけれども、もしもうちょっと不安がある方は個別にあの相談に来ていただければいいかなと思います。で 私の講義の方は、その内容の解説をしないということもあるので、例えばこの部分的に不安があると、この論点だけはちょっと苦手なんです、まあ、例えば内部統制監査がちょっと苦手なんですとか、この法律禁止法がちょっと苦手なんですとかいう方が仮にいらっしゃるとするのであれば、そういった方はあの別途ウェブ論点講義というものが設定されています。でえー、こちちらについてはちょっっとまた担当が変わって ですのであの、講義を全面的に受けなすほどではないと、まあ、ただ、えー、部分的にというのであれば、この講義自体はほ、まあ、他の科目でもあの講師が話していると思いますけれども、あの各論点ごとでぶつ切りで、えー、収録されているので、 も,もちろんその2時間とか3時間という単位にはなっていないので、あの必要に応じてご自分で選択しながら、えー、インプットのフォローを行っていくという形になっています。まあ、ですので、まあ、ざっくりではありますけれども、その下に書いていますが、えー、監査ロンに苦手意識があるなという方については、えー、担当対策講義を岡田講師で受け入れていただくと。 逆にあの苦手意識そんなないとか、カ監ラらの語学ラインまであともうちょっとなんだけどなっていう方については、まあ、私の講義を受けていただいて、必要に応じて、まあ、ウェブ論点の講義の方で、部分的に論点ごとに補足をしていくというのが、まあ、一つのモデルケースにはなるのかなと、えー、考えてはいます。もちろん、これはあのモデルケースというふうに話しているだけであって、これが絶対というわけではないので、まあ、これまた個別にえ相談に来ていただければいいんですが。 あのたまにです、ね、質問を受けるんですが、例えばこの関西で受けてたんですが、その岡田講師の方で受けてたんですけど、高井先生の方向けた方がいいですかとか、あるいはその逆のケースで相談を受けるケースもあるんですけれども、担当対策講義につきましては、あの使う教材とか、扱う内容自体に差はないので、あくまでスタイルの差です。 ですから、両方受けなきゃいけないということでは決してないですし、まあ、おそらく時間的には両方受けるのは、費用対効果の観点からはあまり推奨はしません。ですので、まあ、どっちか選んでいただいて、まあ、それであの適宜、別の内容をフォローしていくという形の方がいいかなと。なので、基本的には、まあ、どっちかです、ね、になるのかなというふうには考えています。 でこれがカレンド性向けといいますか、まあ、一度あの受験経験がある方向けの基本的なまあ講義のスタイルということになります。で続きましてなんですけど、あの教材のまあ変更点ですね、まあ、これもあのよく質問を受けるところではあるんですけれども、まあ、特にまあ去年、タッグで受講されていた方がベースにはなってしまうので、申し訳ないんですけれども。<laughs> そちらにについいてて簡単にコメントをしていきますまずあの主な改正ですね、大きいところでいくと、グループ監査に関する換気法の改正ですね、こちらについては、24年目標のテキストでは、差し替えページを配布する形でした。 こ、えーまあ、今年の25年目標のテキストはまあ当たり前なんですけれども、それがあのテキストの中に入っているということになってます。で、あと内部統制の基準についても、実は改定がありまして、実務的にはまあそこそこ影響はあるかなと思っているんですけど、あのまあ制度試験ベースでいくと、そこまで大きい改定。 にはなってないのかなとということで、この内部統制の基準をテキストにあの24から25にかけて反映はしてるんですけれども、基本的にはまあマイナーチェンジだと思ってください。で、もう一つ、これはあの現時点でなんですけど、四、え、半、ー、期レビューから基中レビューへの改定が、まあ、もちろんあのこれは決まっていることであるんですけど、試験範囲におそらく入ります。 25年目標の、えー、担当式、12月向けの担当式で、これが入るか入らないかっていうのは、現時点ではまだ確定はしていないんですね。なので、四半期レビューのままの可能性もゼロではない、ただ、この間の5月担当の、えー、試験っていうんですかね、えー、それを見ると、あとはこの基準レビュー自体は、あの今もうすでに。 制度としては、実の上は走っているので、12月担当はおそらく基中レビューになっているんじゃないかと、試験配置自体はですね、四半期レビューではなく、基中レビューになっているんじゃないかと思われます。でただあの、この25年目標のテキストを作成している時点では、これがまだ分からなかったので、25年目標のテキストでは四半期レビューベースになってます。なので こちらも申し訳ないんですが、去年のグループ監査と同じで差し替えのページを配る予定です。で、万々が一、市販機レビューのままであれば、多分ないと思うんですけど、その場合には、あのお手元にあるテキストのままでいいですよという形になります。ただ、まあ、繰り返しで申し訳ないんですけどおそらく基中レビューでしょうというふうに思っています。なので、これはあの差し替えページでえー反映。 するんだというふうに考えていただければいいかなと。まあ、ここがあの比較的ま大きめのまいわゆる改定改正のところになります。 でその下、追加された内容というところなんですけど、ども、これはちょっと細かいところではあるんですけれども、あの純粋に新しい内容として追加されてます。えまず一つが報酬関連情報ですねあの、これは監査報告書によってはというか、まあ、監査によっては、あの報酬関連情報、報酬に関連する内容を監査報告書に書くという改正が、まあ、倫理規則でなされているんですね。でそれがあの追加で入ってます。 でもう一つが、この上の,あの基中レビューへの改定なんですけれども、えーまあ、禁書法の改定ですね、あの第1四半期、第2四半期がまあなくなりますよと、まあ、2位になりますよと、財務会計論ではすでに扱っているかもしれないですけれども、そちらについての概要、まあ、その監査論側の概要ですね、それについては追加で入れているというところになります。これはあの純粋に去年のテキストには全くなかったということになりますね。 でもう1つは、ですねその下なんですけどあの、24年目標のテキストは、テキストの各章の説の一番冒頭のページですね、扉に、学習上のポイントとかコンセプトとか、そういったものをあの1ページにまとめた形で書いていたんですけれども、それをやめてます。なので、テキストはちょこっと薄くなってます。 でその代わり、それを抑えるために必要な問題を冊子として作ってますで。これがここに書かれてますけど、その学習上のポイント等を抑える確認問題演習ですけれども、これを追加の冊子として配っています。基本的には、択、まあ、一と言いますか、一問一答で、すごく基本的な内容ばっかりです。なので、あの初年度向けです、大まかには。ただ 例えばあの先ほどの監査論が全体的に苦手ですとか、まだあの手が回ってない論点がありますとかっていう方については、まあ、この確認問題集は使えるかなというところではあるんですけれども、一通り学習が済んでいる方では、おそらくこの冊子自体はも、まあ、物足りないというふうに考えるんじゃないかなと、えー、思ってはおりますが、これはあのもう。 お手元に来たときに、ちょっとパラパラと見ていただいて、なんだ、簡単じゃんっていう方もいるでしょうし、ちょっとやっといた方がいいかなって思う方もいるでしょうし、ただいずれにしても、これ自体は追加で、えー、配布になっていますで。合わせて、まあ、これは格好が気になるんですけど、この確認問題演習の中から、初年度の方ですね、初年度の方の上級講義の中ではミニテストを実施しています。なので あの一通り学習を終えた方、例えば先ほどの担当対策講義なんかでは、このミニテストは出てきません。なので、えー、可燃度性の方については、このミニテストは配布はないです、配布はないんですけど、ただ同じ内容は、その確認問題演習の冊子の中に入っているので、まあ、なくてもいいかなと。 とといいいううことで、えーまあ、1年目のの方だけにに配っているというものになりますちょっとここがですね1年目の方と2年目以降の方で、えーまあ、配布される教材が変わってしまうところではあるんですけれども今お話しした通り内容自体はその冊子の確認問題因子の中に入っているので、まあ、あんまり気にする必要はないのかなというところです。 まあ、あとはこの確認問題演習の中にも使い方とかがまあ書かれていますので、それを参考にしていただければいいかなとで。あとはですね、この教材なんですけど、よくこの24年目標から25年目標で、変えた方がいいですかとか、変えなくてもいいですかとか。あとはこの追加されているところだけをちょっと、ただなんですかね、友達からコピーさせてもらったりとか。 いう形でっていう方もいらっしゃったりはするんですけれども、まあ、そんなに大きい改定ではないので、まあ、変えることはマストではないと思うんですけど、まあ、これはあの完全に個人的な意見ですけど、基本的に私はその昔、まあ、タッグで勉強していたときは、テキストは全部変えてました。まあ、新しい方がいいっていうのもそうなんですけど、まあ、これは一つの方法と思って聞いていただ,いたいただきたいんですけど、 1>, 1日かけて、そのテキストの書き込みを全部写してたんですね。新しい方のテキストに。で、それだけでまあ結構時間かかるわけですよ。まあ、1日がか,かりでやってたんですけど、その中であ、ここの論点はもう大丈夫かなっていうところは、例えば書き込みをなくすとかあの、マーカーで線引いていってたのを減らすとか。で、あとは、意外と、 あの自分で見直してみたときに、去年のテキスト、あれ、実はここ、あんまり書き込んでなかったなとか、真っ白だったなとか、その反省なんかも、一通り全部、1日かけてすることができるので、それだけでテキスト1回転になるんですね。なので、あのその1日を取るだけであの、新しいテキストをベースにしたインプットを一通り行うことができるので、僕の中ではかなり効率的な作業ではありました。 ただやっぱりその慣れみたいなものがあるので、個人でまあ趣味の話かもしれないですけど、個人的にはまあ新しいテキストを使った方がいいかなとは思っています。これちょっとまあ参考までに聞いていただければいいかなというところです。でまあこれはあの教材に関する説明ですね。で、続きましてあの学習方法というか勉強方法というかいうところについていきたいんですけど、 まあのまあ、材料としてあの、この間の5月の本試験、まあ、今あの、映ってますけれども、えー、ちょっとスライドで映していただいてますけれども、まあ、パッと見て、なんじゃこらっていうふうに思われるかもしれないんですけれども、まずこのうえありますよね、でえー、問題1から20までありますけれども、まずこの黄色で編みかけをしているところですね、これはタックのテキストに載っている、掲載されている論点です。 でその上で、も、え、ん、ー、とか答え、とう、まあ、どっちでもいいか、等とかもとか書いてありますね。これはその上に書いてありますけど、問って書いてあるのは、あの冊子で配っている担当対策問題集に収録されていた選択肢。で、とって書いてあるのは、タ a c の答連で出題している選択肢。であの担 対って書いてあるのは、これはあの可燃度性向けにはなるんですけど、24年目標のさっきお話しした担当対策講義の中で配っていた過去問に収録されていた問題になります。であと、えーまあ、あっていうのは1問しかないのかな、アクセスになります。で、これ全部じゃないです。例えばじゃあアクセス1個しか出てないのかっていうと、あの他にはいっぱい出てるんですけど、まあ、狭いので、 まあ全部こう書くのもなっていうこともありまして、あの主だった教材だけ入れてます。なので、えー、必ずしもアクセスが1問しか出てないとかって、そういうわけではないので、そこのところはちょっとご了承ください。でただ、いずれにしても、あの何も書いてないところは、もう全く扱ってない、黄色の編みかけにもなってない、で、文字も入ってないっていうところは、基本的にはもうお手上げと思っていただいていいです。もうその場で考えて、まあ、分かればいいなと あとはもちろん消去法で回答できるってことはあるかもしれないですけど、そこのところについてはまあとりあえず置いといて、まず、この編みかけになっているところはテキストに載っている論点になるので、正誤判断ができなきゃいけないんです。で、その次にさらに問題で聞かれているところがありますよね。あと、テキストに載ってないんだけれども、当連だけで実は出ていましたっていったところも、ポツポツとあったりすると。で これを踏まえて、改めて右の正答率を見ていただきたいんですけど、やっぱりですね、A 論点はテキストにも載ってるし、問題でも出てるんですよね。C 論点は出てないというか、まあ、タックで扱ってないというところになる。なので、まあ、当たり前といえば当たり前なんですけれども、あのまずテキストに載っているような論点が基本的なわけで、そこをどれだけ丁寧に復習していけるかと。 いうところが大きくなりますどうしてもあの復習するときに正当率とか、あとはこの論点ですね、歴史の論点とか、内部統制監査の論点とかで復習をしていきがちなんですけど、もうちょっとまあ突っ込んで言わせていただくと、この選択肢ごとに、この選択肢は取れなきゃいけなかった、この選択肢は取る必要なかった、まあ、取れなくても仕方なかったということを一個ずつ考えていってください。 でそうすることで、どういう対応、まあ、対策が必要になってくるのかなと。でもちろんあの、個人ごとといいますか、それぞれの皆さん、それぞれごとに課題は違いますし、やるべきことは変わってくるとは思うんですけれども、まあ、ちょっと全体的な話として、このテキストに掲載されている論点っていうところを、ちょっとピックアップして、えー、取り上げていきたいんですけれども。 まあこの,あの本試験を使ってまあ仮に復習をしましょうというときのと、まあ、っかかるというか、一つ大きいポイントなんですけど、今お話しした、まず丸一ですね。あのテキストの掲載されている論点を誤った理由を考えてください。でこれ、テキスト載っているわけですよね。テキストに載っているのに間違ったわけですから、何か理由があるはずなんです。で、その理由は人それぞれで、例えば、 全くやってませんでしたと、まあ、自分がその昔、経験があるんですけど、いや、こんなのテキスト載ってないよって思って、テキストを開いてみたら、あれ、真っ白だった、まあ、つまり自分でもう完全に見落としていたというような論点があったりしたんですね、自分の場合は。例えばそういう場合だったら、もう完全にもう見落としてたということになるので、まあ、それもしょうがないということになるかもしれないんですけれども、読んでたはずなのに間違ったと。 目は通していたはずなんだけど、でも、整合を誤ってしまいました。で、多分、結構そういう方って多いと思うんですね。ということは、根本的なところ、つまり、テキストの普段の読み方、まあ、押さえ方、そこを変えないといけないんですよ。で、これを変えない人は結構多いです。ただ、なんで点数が取れないんだっていうところは、 インプットの仕方になんか問題があるんじゃないいかっていう風にまず疑ってくださいで。インプットの仕方についても、これもやっぱり方法は千差万別なので、人それぞれ向き不向きとか、例えば使える時間とか、人によってあの変わってくると思いますし、当然論点によっても変わってくると思うので、一概にこうしましょうというふうに結論を出すことは難しいんですけれども、例えばですけど、丸2、じゃあどうやって抑えるかっていうと。 まあ,ありきたりっちゃあり,きたりかもありきたりかもしれないですけど、まず強弱をつけることですよね。A、B、満面なくとか、C はとりあえずとかではなくて、もうちょっと突っ込んで、ここは A だけどとか、ここは B だけどとかいうところ、例えばですけど、品質論点で、えー、挙げられる内容としては、例えば、禁証法とか会社法とか会計書法ですね、まあ、法律の問題は毎回出るわけです。毎回出る いうことはまあ品質論点になるわけですけど、でも法律は理屈で考えられないですよね、もうその場で覚えているか覚えてないかだけの話なので、毎回出るんだけれども、もう覚えてないと話にならないっていうような論点もある。一方で、例えば、えー、監査実施論とかリスクアプローチとかは、仮にそれが分からなかったとしても、その場で考えて正解を導き出せるような。 出題可能性 A もあるわけですなので、同じ A だとしても B だとしても、その、ただ単に出題可能性っていうだけなので、それに対してどうアプローチしていくかっていうのは、論点ごとに本来変わってくるはずなんですね。できれば、そこまで考えていただけると、より学習は効果的、効率的に進んでいくのかなというのが、まあ、1点。 でもう一つは、あと、まあ、どの程度の頻度で見直すのかですよね。これもあの答えはないです。でよくあの監査論はどれぐらいの頻度でやったほうがいいですかとか、あのまあ1日何時間ぐらいやったほうがいいですかっていう相談もちょこちょこ受けたりするんですけれども、もちろん質問されている皆さんもうすうす分かると思うんですけどやっぱりそれって人によって変わってきちゃうんですよね。ただ 自分があのよく答えているのは、これだと不安だなっていう人はやった方がいいです。どうしても計算科目が優先になってしまうのは、もうこれは仕方がないことなので、監査論やらなさすぎかなっていうことのないレベルで学習するっていうのがまず一つですね。 あとはその、まあ、論点とか、えー、説とか章とかありますけど、当然、1回目を通します間、1ヶ月空いたら、まあ、大体忘れちゃうっていう可能性もあるので、その論点をどれぐらいの頻度で繰り返していくかですよね、それもある程度決めていく必要があります。でやっぱり、その監査論、量少ないと、まあ、他かの株に比べると量が少ない、テキスト1冊だ。 だとしても、まあ、やっぱり全部押さえていくっていうのはまあかなり難しい話で、まあ、自分ももちろんそうでしたけどそうするとですねあの、まあ、第1章の一番最初から見ていって、まあ、最後まで見ていくと当然あの最初に戻った時にいくらこうスパンを短くしてもある程度忘れちゃうんですねであの1年目の方は当然全部の論点を知らないのでとりあえず1からお尻まで 一変をやりましょうっていうふうにはまずなるんですけど、まあ、そのために上級講義があるんですけど、あの1回受験経験がある、すべての論点を1回学習している方は、まあ、これも1つの方法です。まんべんなく学習しない、絞っちゃう。例えば、この論点についてはもう学習しなくていいんじゃないかなっていうところが仮にあるんだったら、そこは後回しでいいわけですね。例えばリスクアプローチ完璧です。 という状態に仮にできたのであれば、リスクアプローチをその後同じような頻度で見ていく必要はないわけですよ。なので、どの論点から学習していくかですよね。まあ、例えば、リスクアプローチを見る頻度とか、あと見る時間と、あと、パッと思いつきで申し訳ないですけど、例えば専門家とか内部監査を同じぐらいの時間をかけるのかって言ったら違いますよね。 ただそれをまんべんなくっていうふうに学習してしまうと、同じスピードで読んでいく、同じスピードで抑えていくことになってしまうので、そうするとまんべんなく抑えた結果として、まんべんなく成績はなんとなく上がるんです。全体的には上がるんですけど、まあ、悪い言い方をすれば、全体的に中途半端になる可能性が出てきてしまいます。なので、これはちょっと気をつけてください。もちろん全体的に学習する ことが理想ではあるんですけど、なかなかそれは難しいので、できる論点を増やしていく。じゃあ、どこからできるようにすればいいかっていうと、まあ、これまた難しい話にはなってくるんですけれども、1つあの、これも大きい話になってしまうんですけど、一番下に書いてありますけど、監査報告論まで理解していなければ、それ以降は基本理解できないはずなんです、まあ、ダックのテキスストベースでいくと最初に総論があります。 その後に監査実施論があります。で、その後に監査報告論があります。ここまでがあの基本的な監査一連の流れになるわけですね。で、その上で、その後に応用論点、不正とか継続企業の前提とか、また、あ、内部統制監査、四半期期中レビューとかが入っていくことになるんですけど、例えば、監査手続きの流れ。 リスク評価手続き、リスク対応手続きとか、そういった流れが分かっていないのに、不正の論点を理解することは難しいわけです。で、継続企業の前提についても、継続企業の前提に至っては、実施のみならず、報告ですよね、どういう場合にどういう関西圏になるのかっていうことについての理解がきっちりできてないと、継続企業の前提を理解することは難しいわけです。 なので、例えば応用論点、応用的な後半の論点と前半の基本的な論点を一番最初から同じように復習していくのはやっぱりおかしいわけですよね。なので、それを必ず自分の中で意識をしながら、まあ、色付けと言いますか、重要性と言いますか、これをつけていって、例えば、まあ、不正でちょっとよく分かんないなと、継続期についてでよく分かんないなとっなった時には、 まずそこで解決しようとするんじゃなくて、そもそも基本的な論点、監査実施とか監査報告、そっちの理解が足りてないんじゃないかなっていうふうに考えてください。なので、不正とか継続機能前提の復習は一回置いとくんです。もう置いとくしかないってことになるわけですけど、その上で基本的な論点に立ち返って、よし、大丈夫だってなったら、もう一回戻る。 なのでテキストは頭から順番に読むべきものではないので、どういう順番で、どの論点から押さえていくべきかっていうことについては、特にあの一通り学習が済んでいる方は、これもあの繰り返しになっちゃいますけれども、個人によって違うので、自分で意識をして、順位付けをして、テキストは読んでいくようにしてください。 まあその他具体的にはっていうことにはなってくるかもしれませんけれども、あのどうしてもこれはの計算科目がどれぐらい進んでますとかあ、じゃあやっぱり計算やった方がいいねとか、あ計算はここまでいってるんだったら、じゃあ理論もちょっとやろうかとか、あの一人一人によってアドバイスするべき内容は変わってくるので、ぜひ、まあ、私じゃなくてももちろん構いませんので、まあ、いろんな講師の方に個別で相談しに行っていただければいいかなと。 これ一1つのお話ではありますけれども、まあ、全体的な話として、こういうような勉強の方法がありますよというのを提示させていただきました。で、まあ、最後になるんですけれども、そんなに監査論に関しては、計算と比べてあのボリュームが多いという話ではないので、そんなにあの人によって。 方法だとか、そういったところは変わってくるわけではないとは思うので、まあ、そんなに長々と話してもしょうがないので、まあ、こんなもんで終わりにしたいかなと思うんです。けれども、まあちょっとあの個人的な話をさせていただくと、あの私はまあいわゆる旧試験制度というところで、あの合格していて2003年になるので、もうかれこれ20年以上前ということになるので、まあ、もちろん試験制度も違いますし、時代も違うので、あの一概に私の話が皆さんに当てはまるというわけではないんですけれども、あの3回。 ってるんで,すね、で、1年目はんと50でしたで、まあ、言,い訳言い訳っていうのも変ですけど、勉強してなかったです。まあ、それなりにはやってたなと講義を受けました。で、当連も一応受けてはいましたけど、まあ、タックにいただけなのかなというぐらいでした。これ、大学3年の時ですね。で、えー、落ちました。で次の年年は大学4年で まあ就職もかかっていたというか、これで落ちたらあの無職になってしまうので、まあ、結構頑張ったは頑張ったんですけど、当時の担当のボーダー1も足りずに不合格になりました。なので、この瞬間に私は無職が確定したわけですけど、で3年目、無職になりながら、3月卒業して、まあ、夏の論文に向けて、でその年、あの担当が合格して、えー、論文の全国模試も,しもです、ね、成績優秀者で名前に載って、 ってたんですね、載ってたんですけど、論文でで、えー、ダメでしたなので、私自身はです、ね、いっぱい落ちている、しかもあのいろんな落ち方をしている、まあ、ただ今、こうしてあの教壇に立っているということはまあ合格したということではあるんですけれども、あの当時です、ね、あのタッグで勉強していたときに、まあ、とある受けていたその講師の方が、あのまあここに書いてあるんですけど、合格するためには何が必要か。 っていうここととについいてて諦めないことですっていうふうにおっしゃってたんですね。まあそりゃそうだっていう話ではあるんですけど、この時間やっぱりあの途中で諦めてしまう方がものすごく多いんですよ。まあ、周りの方でももちろんいらっしゃると,と思いますし、僕もあの一緒に勉強してた友達は何人も途中で辞めて、普通に就職していってますけれども、諦めない、まあ、続けるっていうことはものすごく難しいことでも,ものすごくエネルギーが。 いることなんですねただあの、近道はないんですよ、まあ、いきなり成績優秀者になれますかって、それは無理な話で、1個ずつ、1個の論点をできるようにして、それを積み重ねていくしか方法はないんですね。なので、まあ、今、例えばなかなか成績が伸びません、全然できません、あと一歩届きません。 っていう方がいきなり合格圏内に行くっていうのは、やっぱり難しい話なんですよ、まあ、自分が実体験として感じたということではあるんですけど、まあ、その方にぜひ言いたいのはあの、できる論点を増やしてください、この論点できる、でこの論点ができれば、じゃあ次、この論点やろうってなるんですね、そうすると、学習が進んでいる気持ちになるんです。 この担当ボーダー一問足りずに不合格になった時が、あのそうだったんですけど、さっき話したまんべんなくやってたんです。まんべんなくとりあえず全回をやっててもあの、勉強はしてるので、成績は伸びるんです。成績は伸びるんですけど、どうしてもこう波が出るとか、あと一歩のところで、なんかどうしても全部7割取れないぐらいでずっとこう、成績も推移してたりとあったんですけど、 できるこの論点得意こののの論論点点得得意意不とかかっっていうのがなかったんですねでただ、自分の中で勉強のやり方とかをいろいろ見直した結果として、まあ、いきなりできるようになるっていうのはやっぱり無理だと、じゃ自分はどの科目、どの論点が得意なんだって言われたら、やっぱりないんですよね、どの論点が出ても、なんかできそうだけど、できないかもしれないっていう気持ちだったので、まず得意なものを増やそうと。 ここができるんだったら、あ、じゃあ次はここができるようになるかも、ここができるようになったら、じゃあ次、こういうことができるようになるかも、まあ、いわゆる成功体験ってやつですけど、ものすごくちっちゃな成功体験なんですけれども、結局はその積み重ねでしか合格に届くっていう道はないと、僕は考えているのであの、今はものすごく遠くに見えているとは思いますけれども、1個ずつできることを増やしていけば、確実に合格には近づいていくということを意味して、 いますのであとはコツコツと、もう一歩ずつ、まあ、僕、この我慢前進という葉がすごい好きなんですけど、とあるあの野球選手の横断幕にあの書いてあった言葉なんですけどね、私が野球が好きで、なので、もう一歩ずつ着実に歩みを進めていくしか合格への道はないので、諦めずに一歩ずつコツコツと前進していくということをですね、ま言うのは簡単で。 やるの大変なんですけど、まあぜひ、えー、実践をして、来年に向けて、あのまた新しい気持ちでスタートを切っていただきたいなと思っています。簡、え、単、ー、では、えー、ありますけれども、えー、換算ですね。リスタートで向けてのガイナンスは以上で終わりにさせていただきます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。そうしましたら、ここからは、えー、と YouTube のみの配信として私も一緒にお話ししていきたいというふうに思います。 ではえっと、一番最初のところから少しあの私から伺えたらと思うんですけれどもです、ねまあ、かなりあの正答率が高い問題が多かったというところなんですがやっぱりなかなか65点ぐらいでずっとこう止まってしまっているとかあと1問足りないという方が結構いらっしゃるかと思うので、はい、ちょっと後でまたあの全問題ですね。伺えればと思いいますで、えー、とこちらがいて で今回あの、担当対策講義の使い分けについてお話しいただいたんですけれども、えっと、去年からの改定というか、大きな違いというところで言うと、はい、過去問の配っているものは増えてる、はい、っていう感じなんですかね、1年分ですね、ああ<ー>な,なので、毎年入れられるのが、うん、えっと12月あな、この間の5月の試験は入れられないので。はい その前の2回が入ってます、なんでその前の1回目の試験と去年の5月の担当が増えている,あなるほどという10年分、まあ、全部お配りしてるという関係で、別にそこが最新のものがちょっと追加されてとていうことと、はいはい、あとは、えーとまあ、最新とかその5月が入ってないけども、まあ、比較的最新のものが去年に比べて追加で。 おそ、はい、らく去年、担当対策講義を受けたという方が、今年受けるかどうか迷われてるかと思うんですけども、こ、はい、の点は、まあ、高橋先生の構成をかなり変えられたというところですかね、はいはい、あこれは去年も基本的には同じなんですけど、ほか、はいはい、の,の講師もおそらくそうらしいので、はいえっと、加工済みの PDF のテキストを使う予定。はい ライブはライブなんですけど、はい、講義が基本あの、おそらくテキストが映っている状態であ講義が進んでいく。iPad で、まあ、ちょっと書き込みをしながらみたいな感じです、ね、そうです、イメージとしてはそういうイメージですね。はい、なので、内容は変わらないというか、もちろんその最新の傾向を踏まえてっていうぐらいは変わりますけど、そねうん、形式がそのちょっと見た目が 私は基本映らないっていう。ああ、iPad で。こういう感じですかね。はい。こんな感じで、あの、こんなイメージです。はい。そうですね。これは中里先生の初年度生向けの講義のものを、はい。う感じで講義録にしているものですね。で、えっと、まあ、そうですね。これを使って、例えば、どうですかのここら辺、ここがよく出ますよみたいなことを指摘されてっていう感じですかの 例えばこのテキストは、初年度生向けの、まあ、ポイントを押さえた加工っていう形になっていると思うんですけど、担当対策講義なので、うん、もう割り切って担当に特化した形の書き込みにしてます。あな,るなのでもう、自分があの今、ちょっとしか作ってないですけど、まだ、担当にと完全に特化したなので論文用の内容は一切入ってない。あな,なので、担当の細かいようなところについても、あえて、はい。 コメントしたりとかいう形にしてます。あ、なるほど。じゃあ、もう担当の A、B とかそういうところについて、ちょっと書き込みを加えられて,て、そうですね。はい PDF って配布される予定ですかね。書き込みありのもの。配布配布というか、その書き込みありのものは、講義中に使われて、あと、はいはい、で、なんか別途配布とかは、特には、はいえーと。配る予定です。OK って言われてるんで、そうなんですね。あ、かりましたはい。あ、じゃあ、担当特化用のなんかテキストが、 になる感じですねで論文は論文でまた、うんはい、あのおそらく岡田さんと私の収録になるので、はい、じゃあ論文はどうするんだって言われた時には論文対策講義は論文に特化したまた加工済みが現れます。あーなるほどじゃあ、はい、なのでのいちょっとそれははい PDF で学習されてる人はまあ分けてもいいですしうん、うん、まあテキストであの 紙で学習されている方は、ちょっとまあそこらへん、いいとこ取りをしながら、ううん、うんなるほど、まあ過するのはちょっと大変かもしれないですけど、ちょっとあの、まあ、いい感じで選んでいただきながら、学習していいいただければいいかな結構出先で見てる方いらっしゃるので、まあ、出先で見るときのものが担当特化みたいなのが多少あると、直前期はやりやすそうですね。かなーと、はい。なるほど、なるほど。ありがとうございます。ちょっと、すごいイメージができたので、ありがとうございます。ちょっとじゃあ先ほどのページ戻りまして よいあ、で、ちなみにちょっとこちらは、あの、改定の箇所とかを。判例を。まあ、見えてますか、ね。あ、はい、はい。はい。で、こんな感じで、まあ、どういう書き込みかとか、改正部分とかですよみたいなのを追加して、またお配りしますので。はいはい、あまあ、来週明けぐらいには、あの、こちらをはあの、反映したものを。と、配布する予定です。まあ、初学者向けのもので配布する予定です。はい、じゃ、あちょっと先ほどのスライド戻ります。よいしょ。 な、ね、ので、まあ、ここの,あの論点の確認とか形式の確認ところが、まあ、かなり形式、あのまあ、授業のス,カスタイルというか、それから、よいしょはい、でウェブ論点別講義が、まあ、これ、去年も中里先生がされてましたけれども、まあ、これをこう適宜、まあ、ちょっともしかしたらあの、独学を3年間されてたとかいう方だと、はい、もうちょっと全部受けた方が、はい。 いいっていうケースもあるんですけども、まあ、うん、基本的にはどこか苦手なところを使うってうイメージですよね。そうですね。はい、あのちょっといわゆる普通の講義よりは長めになってると思います。うん、あのあ<ー>伺った話だと、はい、それぞれをちょっと丁寧に扱ってるっていうことになるので、はいはい、で全部受けるとトータルの講義の時間数よりは長くなっちゃう、はいはい。あ、そうなんですね。はずです。はい。 まあ、ちょっと他のところも補足しながらってなると<う> 1>, 1, あの1ページにかける時間がちょっと長くなってるって感じです。そこまでの,その自信がないっていう方であればウェブ論点全部っていうんだったら、うん、あの多分岡田さんの講義の方がいいとは思いますね。全8回とかなので、まあ、あの8月とか9月ぐらいには一さら終わるからって感じですね。はあ、はい。ありがとうございますで、教材の改訂点で、えー、とこちらが。 24年目標の時に差し替えでなってたのが、まあ、このグループ監査については、もうすでに25目標で入っていると、はい、内部統制も入ってて、四半期は,いはい、はまあちょっとまだ出題範囲が確定してないっていう関係で,で、すすよねねそうで,す、ねはい、であとは、えー、と報酬関連とか、金賞法もすでに、まあ、あの反映がされているというところなので、はい、いいですね、はい、あで確認問題、そういえば私、今出せるので、ちょっと今出しますね。 よいしょ、ちょっとせっかくなんで、まあ、かなり本当、あのミニテストレベルっていうことなので、かなり本試験では絶対出ないだろうレベルの超、うんうん、超基本的な選択肢とかも入ってます。本当、はい、に、当うん、初学者向けをあの念頭には置いてます。本当、はい、うん、もうんミニテストをまとめたっていう感じですよね。うん、そうでですね、うんうん、語の判断で これをこうぐるぐる回して担当に向けてではなくて、まあ、よく理解不足がないかなという確認に、はあ、まあ、一度ぐらいは使ってもいいかもしれないですね、もししそれぐらいですね。はあうん、い,い。ですね、こんな感じですね。はあ、で、あとは、まあ、こういうちょっとい簡単な穴埋めも一応、まあ、用語の確認ぐらい。なので、もちろんその書く必要は全くなくて、うん、頭の中でもちろん言葉が出てくれば、うん、もうそれで終わらせちゃっていいと思います。ね。 財務理論もこのスタイルのミニテストあるんですけど、まあ、結構これ見ると意外と出てこないっていうので理解不足分かったりするのでいいかなと思いますねおうおう結構あの足を回してた方だとこういうところでポ,、はい、ポコッとなんか分かんないとかある可能性あるのではい、はいはい、ございますじゃあちょっとスライド戻りますねよいしょはいはい でえー、とちょっとここのところで先ほど高橋先生からありましたけど、まあ、テキスト変えるか変えないかって話でやっぱりよく、まあ、一番担当直後だと一番伺うご質問かなと思うんですけども、うん、ちょっとこの辺りで高橋先生自身は変えてらっしゃったということでそうで私が行ったりするのでいうと、まあ、もし社会人の方とかでどうしてももう、うん、あのテキスト変えること自体が もう時間がないとかあと計算がすごくまずくてちょっとそっちに時間をかけないとまずいという場合だと、はい、じゃあ一回あの白いテキストで一度は復習してくださいって言ったりしますねうん,うん,うん、うん、その後でまあ、全部書き込みを移すかどうかは考えるとかでもいいと思うんですけどまあ先ほどあの高橋先生があのこの書き込みはいらないかなっていうものは入れなかったっておっしゃってたと思うんですけどはい、はい、結構そこ大事かなと思いますね、はい、なんかあの本当に全部移しちゃうっていうことをすると すごい時間かかるし、意味わからない書き込みまで移しちゃうとか。まあそうですね。年々書き込みは、僕は4年通ってたから、同じテキストが4冊並んだわけですけど、当然、年々書き込みは減っていかなきゃいけなくて、減らしていくことを、結局、やっぱ分かってねえやみたいになったら、また書き込むんですけど、やっぱそれで自分のインプットが。 うん、足りてたのか、やっぱまだまだ足りてなかったのかっていう再確認にもなるので、うんうん、そうですね,そ,ですね、うん、その作業はやってましたね。うん、なんかあのノイズが多いと、何ですかね、うんこう、書き込み多いと分かってるような気持ちになっちゃうっていうのがあるから、ああ、はい、そうですね。はい、印刷されてる文字をちゃんと読もうみたいな意味では、はいまあ、できるだけシンプルにしていくっていう意識の方が、はいうん、いいのかなと思います、ね。いいいいと思いますうで、復習のポイントで、これ、黄色の編みかけがテキスト部分ということですよね。そうですはい で、えー、っとで問題集とトーレントで、まあ、こうやって見ると確かに皆さん取れてるところってかなり取あの何かで出してるなっていう印象はあるんですけどこれ担当対策講義が、はい、これまあ過去問ってことですよね。そうですね、過去問とまあ同じか似たような選択肢が。でも、テキストにも載ってるってことで、まあ、皆さんは取れてるかなっていうそうですね。こちらが、論点ごとで強弱をつけようっていう話あったと思うんですけど、うん、結構そうですね。うんまああの 大体の目安でこれぐらいで一周っていうお伝えしてる関係で多分それを本当にあの気まじめにず,あのずっとずっと守られるってことも多分あると思うんで <laughs> まあ今の時期ってあれですよねバランス崩していい時期なので、うん、そうですね,ね思いっきりどこか<っ>あの監査論の中でも手こ入れする論点を作るとかです、ねうん、あとその先ほどその前半部分が、ね、まずは土台だっていう話あったと思うんですけど、うん、ちょっとね多分苦手なところって後半が多いと思うんですよね皆さん。 それでこう前半に戻るっていう意識を持つっていうのは結構いいなと思ったでそうですね。で、うん、質問受けてあのじゃあそもそもって言ってその監査実施論の話とかを聞いてみると意外とあやふやになってるケースとか、はいはい、あったりするのでうんうん、うん、これ財務理論も一緒であの財務理論って2章から6章のところに総論的な話が積もってるんですけど後ろの方でなんかあれちょっとこう話しぶりが怪しいなって思うので聞いたら。 2>, 2章の概念がよく分かってなかったとかうん、うん、いうのがあるので、ちょっとその横串刺してっていうのをこの時期は気をつけるといいかなと思いますね。はい、で、ここちょっと高橋先生の,あのお話ありましたけど、この担当でこう一問足りずっていう時はな、どんな科目が苦手だったとかありますか、はい、苦手得意っていう意識はなかったんですけど、はい、まあ大きかったのは。 その試験科目が違くて申し訳ないんですけど、はい、今の管理会計論であの、はい、昔はまあ原価計算っていう科目だったんですけど、はい、パッと見た瞬間に難しいって思って切った問題があったんですよ。あなるほどでそれ切って、はい、で結果的に後で終わった後に友達とこう話すじゃないですか。はいはい、その時にあれすぐ終わるよって言われてあ<ー>で後から解き直したら確かに1分で終わったんですよ。うん,うん,うん、うん 僕それで足りなかっっったたんでです一問あパッと見で切っちゃその時に論点ごとに取れる取れない得意不得意っていうのはちゃんと自分で自覚してないと、うん、多分同じもう鉄を踏むなとそこから全体的にやるっていうのをやめたんですああなんかこうまんべんなくじゃなくて、はい、まあ苦手なとこをどうにかしようとかたう当然ながら確、はい、簡単な問題を取りに行くっていうのは、はい、もちろん当たり前なんですけど、はい その意識をより強くするってことですかね。はいうん、どうしても学習が進んでいくと、簡単な問題は取れるじゃないですか。うんうん、なので、あの本試験が近づくにつれて、難しい問題に取りかかるわけです。でも、難しい問題に取りかかるということは、簡単な問題の復習時間を削ってるってことになるので、当然、ミスする確率は上がるわけですよね。 ちょっと難しめの問題ばっかりをやってしまうと、うん、結局その問題もミスる確率は減らないし、簡単な問題をミスる確率も上がってしまう。うんうん、で、点数がこんなになったりとか、うんうん、全部、なんか6割ぐらいで、はい、でなんか低ク飛行じゃないですけど、うんうん、になっちゃうっていうことに、この1問足りなくて落ちたときに気づきました。ああ、なるほど。はあ、じゃあ、まあ、最後の時こそ、簡単なものをちゃんと取り切る準備するとか。そうですね 結構特に成績上位者になってくると、当連で間違える問題って B とか C ばっかりになっちゃって、でそれを最後、復習したら、結局やっぱりラインド A が復習してなかったと、僕計算でもよくあることなので、ちょっと特にあの判定が良かった方で、今回少し足りない方っていうのは、多分お同じ状態の方が結構いらっしゃるので、参考にされてるといいかなと思います。これれ野球選手は今も活躍されてる方なんですかいや これはですね、あの、亡くなれ、亡くなった方なんですけど、あの、木村拓哉さんっていう。なるほど。は広島から巨人に移籍して。はい。っていう野球選手ですね。そうなんです知る人ぞ知る、キムタクです。私がちょっと存じ上げてなかったですが。ちょっと。知らないですか。すみません。キムタすごくこう、苦労して。プロ野球選手にな、まあ、テスト入団みたいな感じですよね。 でも高校の時は超有名はい、はい、で、でもドラフトかからなくて、うんテスト入団で,、はい、で、広島に入って、うんで、ポジション全然取れなくて、はい、とりあえず守れるところは全部守りますって言って、ピッチャー以外全部守れますっていう、なんとユーティリティみたい、プレイヤー、はいはい、ただ、レギュラーにはなかなかなれないみたいな。あ でもこういう人っていうのは実はチームには1人必要で、うん、っていうことであのアテネオリンピックで出てるんですよ、はい、日本代表で。<ー> その巨人時代の横断幕で我慢前心っていう風に。ああこれまでの,のすごいこう掲げられて、ね、本当に選手としての歩みが本当にコツ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 っていうところで、はい、あそう,で、ね、そうなんですよ。高、は、橋、い、先生のそういう話ちょっと初めて聞いたのでマジですか、はい、いくらでもできますよ。<laughs> <laughs> 野球の話いくらでもできますよこういう話、はい、そうなのでじゃあそしたらじゃあここからまああのちょっとユーチューブだけの配信にはなるんですがあの全科目の話とか行きたいなと思います。はい じゃあちょっと画面共有、高橋先生の方でお願いしていいですかは,はーい。お願いします。よいしょ。はい、はい。間違えた。うんいけますか。高橋先生私私<お>の受講生時代に最後、論文ですごい緊張してるときに、ちょっと質問コーナーで相談に来ましてこれなんか、新宿校の受付で、あれ、これ今映っ,、ねはい、ってます。かねます。新宿校の受付で、 立ったまま、なんか。 すごい長時間、話したような、なんか、記憶がうっすら。一回質問コーナーで話してから、そのまま話が長引いて帰ろうとして、ずっと質問、ブース前で話して。最後、またどうせ、なんか、戦士論みたいなのをとうとうと語ってたんでしょきっと。ええ、なんか、ちょっと、自信持っていきなよみたいな、普通に雑談もしましたけど、高橋先生と喋って、私、講師になろうって最後決めたんで、ちょっと横見されましたけど、ちょっとじゃあ、ここからですね、はい、あの論文クイン、それがだな ちょっと簡単に解説見られている方とかもいらっしゃると思いますけどちょっと個人的な観想も含めてまず見ていきますと問題1、歴史まさか歴史がっていうところはあるんですけど一番しんどいのが西暦っていう基本的には和暦でしか出たことがないので西暦で出ますとなった時にですねえっってなるわけですよ。はい 自分もあの昭和って頭に入ってるんで1960年代ってだから昭和35から、うん、4四とかになるんですけどその脳内変化がまず難しい。そうです特に、はあ、問題1からっていうのがちょっとそうですねし、うん、僕は昭和生まれだから脳内変化できますけど、うん、確かに平成生まれの方が昭和を変えるのはしんどいん。 な,でいすなので、それはちょっとなっていう、うん、ただまあ唯一切れるのは絵で、公認会議会監査審査会が監査法人に対して解散命令をで出すことができるっていう、審査会が直接処分することはできないっていう論点については、うんうん、これもあの問題集にも載ってるような話なので、これは切れると思いますけど、他が無理ですね、うん、なるほど。 この問題の中で、その絵の足を切れてないのは、ちょっとテキストの当てはめができてないという感じですか、ね、そうですね、ほ、うんね、他はもう、いたしかたなしですね、うが誤りなんですけど、うは,いはい、は有限責任者法人が、えー、設立が、解決書変わったのは、これも平成19年、うんはい、平成19年は、だから2007年。 なので、90年代じゃないっていう、もう無理ですね。これはちょっとどうかなっていう感じの問題ですけど、これはもうできなくてもしょうがないです、全然、うん。うんね、ああこの絵と腕、なんとかやって、多分48%になってるのかなっていうところですね、生徒まあ上位さんがちょっと,ちょっとまあひょっとしたら古すぎないじゃなくて、思った人がうを往罰にしてるかもしれないですけど。うんうんうん ああ、でも。まあ、でも、あとい、e、を自信を持って丸にするのはちょっと難しいので。うん,う,んうん、うん、はあ、うん。なるほど。じゃ、まあ、これは。れは全然。まあ、仕事で。うとえについて復習してという感じですね。はあはあ、そうですね。ひ、はい、とずき。では、二番で、<次>こちら高いですね。ですね a で、難易度、a、でかつ79パーなので。これは取らなきゃい,ない,い,ない、ね。そうですね。これは簡単です。うん、うん、うん。正解が3番で。ですね。 だかもう」はいまあ、がちょっと細かいかなっていうところはありますけど、ど「うん、あ」と「絵がもう正しすぎるので。はい、ああ、なるほどあ。じゃあこれはもう正しいって判断がしなきゃいけないり、ね、もう確実にできますね。誤りで切るのは難しいっていう気持ちがあった人でも、うん「はい、あ」と「絵はもう絶対正しいって考えてほしい、はい、ところではあります。ますもちろんその、U、自体はあの基本的な論点というか テキストとかにも載ってるような話なんですけど、うんね、関東問題集で出てるっはい。まあ、これはちょっと、しっかり取ってほしいかなっていう、うんうん、問題ですね。じゃあ次で,で、こちらも83%なので、A ですね。職業倫理と言いながら、職業倫理規則の問題ではないんですけど、うんうん、これも、 何ですかね、ちょっとまあ常識的にいけるっていうところもあるんですけど、うん、あとか、絵、えー、とかはあ。ああいうがテキストで、でイが、うん、担当当連で、うが問題集。はあ、で、え、はあ、も問題集に出てるんですかね。まあただ、絵をこう初見で見ても。 まあ分かるでしょっていうィ倫ギムが職業倫理上当然じゃないって思う人は多分いないのでこれちょっと疑っちゃうっていう人はもうちょっとあの、うん、監査主体論というか言ったところうん、うん、まあそれかあのほかであの早とちりじゃないですけど切っちゃったって可能性があるかもしれないですけどうん、うん、絵はまあ初見でもいけるでしょって、はい、ちょっと細かいかなっていうのは「はい」とか「う」は。 若干いうん、うん、の倫理規則を定めているのは金融庁、記号会計審議会じゃなくて会計士協会なんですけどはい、はい、ひょっとしたらまあそこまで意識してない人はいるかもしれない。であと、うはあの監査報告書の記載事項ってめっちゃ細かいので、はい、全部覚えてる人は多分いないんですよ。うんうん、いないんですけど一応これは、うん、えと問題視ですか、うん、今、まあ 確かこれ、ほぼままみたいな感じで乗ってたと思うので、であまあ、正解はしてほしいかなっていう。じゃあ、基本的な答連とか問題集とテキストやってれば、うん、もうこれは確実に、はい、まあもう83%なんでなうですね、取らなきゃって感じですね。そうですね。で、次が C で、これ28%なんで低めですね。うん、これは無理です。はい これはすまません、うん、調べましたこれはの会計書の改正の論点で、上場会社等の監査証明は、協会の名簿に登録することが義務付けられるようになった、はいうん、っていうことは、えー、テキストに載ってます。はい、で、まあ、当連でも出てます、まあ、出るかもなっていうことで、うん、当連とかでは出してて、<ー>それがあなんですけど、いそれ以外は無理です。うんなるほど これはまあ31だし、まあ、こういう問題を取りに行くような勉強はやっぱり時間が悪いから、いいそういうところをやると、もう本当に結構、受験が長引いちゃうから、ちょっと気をつけてほしいというところですねそうですね、うん、これはもうあの、無視していただいて言ったらあれですけど。<笑><笑> 馬俗、まあ、に気にする必要はないです。うん、なるほどまあ気、はい、に関係ないところでの問題になるからっ、ね、あ,あ,あは知ってるぞっていうことだけ確認できれば、そうですね。あの、はい、それだけで。学生はそこだけまずは確認していただいて。<laughs> 十分ですね。はい、で、えっ、ー、と5番がこれ、A、で、そうですね。76%ですね。結構高いですね。うん、正解が2番なんで、ウ、はあ、が丸ですね。ただあのデータリサーチ見たら、えっ、ー、とですね。はいはい ウと絵を丸にしてる人が1割いまして、あはい、絵を丸にしてる、絵は誤りなんですけど、絵を丸にしちゃってる。うん、で、おそらくその人はあのよく読めなかった。よく読んでっていう。です,かね、すごく実は基本的な話で。うん これちょっと見ていただくと、公認会計士、または監査法人は、上場会社等の監査証明に際して、監査役等の責任には財務報告プロセスを整備運用って書いてあるじゃないですか。はいはい、監査役が整備運用しないじゃないですか。あはい、ただ、財務報告プロセスを監視するとかっていう言い回しはあるんですよ。はいはい、なので、それぐらいあ、なんかこんな言い回しあったなっていうふうに。 あのぼやんと思い出しちゃうと、はい、絵を丸にしちゃうんですねあじゃあ、やっぱ関西役って何をする人なんだっていうのをもうちょっとイメージしたら、こういう、まあ、読み飛ばしなのか、間違いか、ここの整備、運用で親っていうふうには判断してほしかったですかね。ちょっともしかしたら企業法の方も理解が怪しいかもしれないですかね。可能性は、うんうんうん。そうですね、じゃあちょっとこの絵を×にされた方は、今一度そこら辺の。 イメージ固めるとか、もしかしたらちょっと、まあ、一部講義受け直しとかが出てくるかなうですかね、かねまあ内部統制の話なので、うんうん、内部統制とはですよね。うん、まあ、誰が何をしてみたいなところですね。で、次が会計監査人ですね。会計監査人は比較的、企業法の知識を使えるケースが多いのですが。パッと見企業法かなっていう感じの ね、ただ絵、うん、がもうちょっとこ、はい、細かい。あなるほどのであの会計監査人に選任された監査法人はその社員の中から会計監査人の職務を行うべきものを選定し、はい、会社に通知っていう条文なんですね。あはい、であの文末に社員である必要はないってい、まあ、これが誤りなんですけど、はい、これは最初パッと見た時にちょっと条文こういう条文あ あんのかなって一瞬、素で研いでるときには思ったんですけど、書いてあったんですけど、ちょっとこのレベルは細かいかなと、実務的にはもちろん社員に決まってるんですけど、ちょっときついかな、ただ、絵をハテナにした上で、これ問題6ですよね。ただ、アインは、正語判断、これつけなきゃいけない問題なんですよ。 EU だから、うん、あ、そうですね。じゃあ、あ u いうをばっちり切って、まあここが、あいつもね、えっ、ー、とん、6番で、ああ,があ、あとがもうテキスト載ってて、で、あ u いうはもう当然でも問題集でも出してる。てい、載ってる。はい、あ、そっか。で、その結果、やっぱり B だけど67%ってことで、まあ、まずまず高めの B って感じですね。そうですね。だ法律がまあ、ちょっと苦手意識を持つ方はやっぱり多いので、うん、うんうんうん。そこを、 どう考えるかですよねもちろん科目として企業法もあるので一緒に勉強してねっていうことにはなるんですけどその法律の抑え方抑えるタイミングとかもそうですけどあまり細かいところまではもちろん行かない方がいいですけど、うん、そもそも細かいので法律は企、ねはあ、業法とどういうふうにまあ住み分けをするか。うんうん っていうことは、ちょっと意識した上で効率的に抑えていくのがいいかな、うん。サ、ねうん、ロ論がいつもこう2問ぐらい足りない方がよく伺うと、ん、っやっぱ企業法ちょっと苦手っていうケースああ、そうなんですね。うん、いいまあ、そうですね。細かい。僕が学習していた時よりもだいぶ細かいですけど、うんうん、もし可能であればですけど、 あの当然企業法の方が細かいわけじゃないですかそうです、ね、なので僕は、まあ、僕が受けてた時は商法って試験科目ですけどかぶってるところは監査論のテキストではなくて商法のテキスト使ってましたあ<ー>そっちの方が細かいんで同じテキストで同じテキストじゃないか同じ内容を違うテキストでそれぞれ見るのはあまり意味がないのでなので僕はですけどまとめられるところはその商法の方にまとめて、うん カンなので、監査マンのテキストの方はなんかあんまりあの書いたり線引っ張ったりしなかったんですね。あじゃあ、ここはもう企業の、例えば会,あの会計監査人周りを復習みたいなので自分で、うん、ううにってました。そうで監査マンとして出やすいところは押さえた上で、ちょっと作りたかったら、企業法の参照って感じですかね。うはい、は,いは,いはい。ありがとうござい。す。で次が、えっと、品質管理で B で,で、B だけどこれもやっぱり88%ってことで高いですね。 そうですねこれも品質、うん、管理って基本的に量が膨大すぎて、うん、あの知らない選択肢が絶対出てくるんですよ。あな,るほどなので長、はいの A になるパターンってほぼほぼないんですけどこれは初見でもまあいけんじゃないっていうような問題でした。まああ結果的にまあ見ていただくとあの いずれもいずれの選択肢も、まあ、絵はちょっと怪しいというか、まあ、かすってるぐらいなんですけど、はい、ああいうまあ当然とか問題集とかでも出しているような話、あとはまあ苦手な方でも、いや、そんなことないだろうで、ちょっとしたらいけたかもしれない、ねうん。なるほど、まあ、7番につい問題2についてやっぱ全部の足について扱ってるから、うん、ちょっとこれはバシッと決めたいって感じですね。そうでですね、うん ちょっと品質管理、結構間違えたって話伺うので、そうですね、どうしても品質管理って、うん、まあテキストを見ていただくと分からないんですけど、細かいんですよ。パックで扱ってるのって、多分他の予備校よりも少ないと思うんですけど、うんうん、それでも細かいので、うんうん、そうするとまあさっきの話に戻っちゃいますけど、うんうん、細かいところばっかりに行きすぎちゃうんですよね。<ー>なののででその中でもやっぱり出やすいところ、うん、まあ当然あのうん、うん まずは ABC だと破線が引っ,引っ張られているところになりますけど、はいはい、そっちを確実に押さえた上で、うん、細かいところにじゃあ、どれぐらい時間かけますか、手を出しますかっていう話になるわけですよね。そこのところのちょっとこう色分けはあの、苦手な方は意識した方がいいと思います、うん、じゃあ、まず例えば7番の方は、品質管理の中でも、もちゃくちゃ典型ばっかりだから。はい こういうところからまず固めるとかそうですね比較的まあ取りやすい読みやすい選択肢が多かったはいで八番の方はまあ問題二四ミントあじゃえっとうがテキストのっててまあ絵もじゃ問題集には載ってるとまあいけるかなっていううんまああの足を積極的に取ってはないってことですかそうですねちょっとあはどっちだろうって思った方はいたかもしれないですけど。 まあ、でも、結果的に、正答率は、まあ、そこそこ。そうですね。八十八パーセントなんで、結構高いなとい、ねね。比較的高めなのねっていう感じですかね。で、次が内部統制監査で、これ九十パーなので、もう、これは、もう、絶対に取り切るって感じです、ね。うん、あこれは、これは取ってください。もう。 以上なるほど。これが、いえーとまあ e、が全部テキスト載ってて、あ<ー>でまあ、特にい、e、は担当問題集でも扱ってるから<ー>、い、ね、イはもう、ど点型で、うっとえも、うん、まあ、比較的基本的な論点ですね。あだけちょっと厳しいかな、うん、特に初年度の方は、あはですね、この担当対策講義で配ってる問題の中には入ってる。 あなるほど。この十年の入れてるんですけど、まあちょっと細いなっていうことでおそらく当連とかでは出してなかったのかな。うんうん、そうですね。<ー>ただ、二十パってことはおそらくその上上のところで初年度戦も取ってるというところですねああああ。あとはあの誤りっぷりがね、利用しなければならないっていうところが強いので、はい、あ,、ね、あなるほど。なのでそれでまあちょっと怪しいっていうふうに思った人はおそらく多いんじゃなかろうかと、うんうん、はい。 で次が10番でこれが C ですね。はい、でま C だと47%だからあううまあまずまずかなって感じですけど、回答が1番ですかね。びっくりですね。うん、これは皆さんありがとうございますっていう感じがしますけど、うんうん、これは通るのめっちゃ難しいです。うんうんうん。はい、普通はうで引っかかるんですよ。あ、なるほど。このより多くの証拠を入手することにより証拠の質を保管することがある。 ってなってるんですけど、普通はこれ丸なんですよね。<ー>なんでバツで出したかわかんないんですけど、うんうん、あと意と絵はもうこの保証業務の意見書に照らして、正後が明らかすぎるので、はい、あ,あのうを誤りにするしかないんですね。うんうん、で、ちなみにうは原文は単にって入ってるんです。はあ、そこだけ。単に証拠。え、ちょっと書き込んでるんですけど、うん、単に証拠の量を増やすことにより。 質的な適切性を補うことはできない。そりゃそうだじゃないですか。単に証拠を増やしたってそれはだめだ。でもこれひっくり返すと、証拠の量を増やすことで、質的な適切性を補うことはあるっていう意味になるわけです。なるほど、そういう引っかけになでだからこれ、丸なんですけど、なんでこういう選択肢にしたかはちょっと分かりません。なるほどので、普通に。 絞って四十七パーの人は取ってるっていうか、ね。そうですね。まあこれはもう無理です。うん。やっぱりは,はい。これ十番はえっとイだっけはテキストと取れない。はい。はテキストに載っているので、今、うん、確実に丸っていうふうにしないとダメですけど、他はちょっときついですかね。うん。うんうん、なるほどで、ねで。まあじゃあちょっとういイ以外のものでちょっと復習とか。 でですね次が、次 A で正解が2番目です。ね簡単ではあるんですけど、まあ、単純に年、これも割り切りで出てるじゃないですか。だからひょっとしたら、ここで考え込んじゃうと、これ全部合ってるんですよ、年は、平成26年から令和2年までは、全部合ってるんですね。 であの問題1の歴史の問題は、あのはい、さっきの1900年代が誤りってありますけど、そ、ね、90年代とかの年が入っている問題も、はい、その年が誤りっていうあの出題って、ほとんどなくて、少ないんですね、うん、あじゃあ、平成23年と6年とか、そ,そ,そういう年<れ>年と6年とかはい、はい、そういうい引っかけは基本なくて、はい、論点の内容の中で誤ってるのが普通なんですよ。はいはい この中の、えー、と後半の記述部分が、はい、が普通なんですね。な,なので今回もそのあいうえ全部これ年は全部合ってて中身は間違ってるんですね。でもそれで年も間違ってるかもっていうふうになっちゃうと、うん、もうなかなか正解にたどり着くのは難しいかもしれないですね。うんうん、だから中身で判断してほしいんですけど、うん、難しいじゃないですかそれも。うん なので、まあこちら側は簡単と思ってますけど、はい、意外と成長率が伸びなかった。た、ね。で、だけど61、六十一パーということで、はあ、まあ。ちょっと低めの A っていう。感じではありますそうなんですよね。ただ、まあ、テキストにすべて、まあ、記載は。のってはいます。で、はあ、上も、まあ、問題集と、うわ、答練でも出していると。はい。のってはいるので、もうちょっと正解してもなと思ったんですけど、おそらく。 おそらく年号じゃないかなって、個人的には思ってます。気持ちは分かるっていうところです。で、次が職業的会議審で5番ですね。これ、ト挙ス高い。これは普通に読めばっていうぐらいですかね。あは初見なんですけど、あは多分皆さん見たことないんですけど、高めることはないって言い切っちゃってるんで、これも比較的誤りですね。 講義では使ってます、はい。あれは担当大作講義で、うん、ただそれ以外で多分皆さんバシッと,とうれうまあテキストで、E、うん、は担当トーレント問題書で出しててですね。ちょっとこの辺りはそのんですかね、読んでこう普通に考えてっていうところがちょっともしずれてるとしたら、ちょっとなんか足だけで覚えてるとかあ、そうです。だから問題回すだけだとちょっとここら辺は全部一から自分で、うん 考えなきゃいけなくなっちゃうので、ちょっと厳しくなっちゃうかもしれない。ざいます。で、えっ、ー、と、次が。次、監査調書所ですね。<所>この87%ですね。調書も簡単かな、はい、そうですね。これも簡単。そうですね。で、えっ、ー、と、あー映画テキストで、<と>で,ーーで,で、ウーは通れんで、で、上は問題集でも扱ってるって感じですね。うん 普通に読めば、まあ丸だなっていうふうには、多くの人は感じるんじゃないかなと。普通に読めばっては、どういう感じでイメージして読むんですかね、テキスト思い出しながらとか、のこの状況とか例えば、普通に読めばっていうのは、まあ、この「い」の選択肢はまあ丸になるわけですけど、はいはい、×罰にする理由がなさすぎる。そ、まあ、そりゃそうだななみたいな 感じですか、ね。うんですよね。まあ適時作成。まあ、もうそりゃそうだ。適時に作らなかったら、うん、後で作ったら、性格じゃなくなっちゃうよって言ってるわけじゃないですか。はい、そうです。時間経過したら、性格じゃないかも。はあ、別にこれ、監査長所に限って、あじゃなくて、うん、普通の話なので。うん、確かにな。そんなことはないんだろうみたいな、後から作ったって、性格には作れるよって思う人って、多分少ないと思うんですよ。はい。なので、まあ、その意味でも、今、まあ、丸にしやすい。うん えっとすごい正しいこれはそのままだとかいう解き方じゃなくてああまあそりゃそうだなって言って罰にしないで飛ばしたら結果丸みたいな、ね、そうですね。であとは十3番はまあとはあ上がまあやっぱり典型だからそれでっていう感じです。はい、ね。次リスク評価でこれ C なんですけどこれ高いですね。そうなんですよ。これ すげえなって、うん、ですけど。<laughs> これ6番が <laughs> 正解で。はい、あはあ。で、6で、ええ、うん、の選択肢を、はい、これ丸なんですよね。はいはい。僕、これ最初×にしてたんですよああ、そうなんですか。はいはあ、そしたら、答えなくねみたいな感じにまあなっちゃうんですけど、それを結構皆さんは、あの、たクと。 丸にしたっていうのが大きいんですかね。他のもので何か別のところでちょっと引っかかって罰にしてるとかある可能性ありますかねそうですね。あは確実に罰なんですよ。発見リスクを評価の時点でも罰なんです。これ担当トレとかテキスでもこれはもう瞬殺してください。入門レベルですっていう話になるので、あとは「い」。「い」と「え」で。 まあどっちっていう感じにはなるんですけど、はい、です必ずっていうところで何か切りそうです、ねはあおそらく。で絵、うん、はこんな話聞いたことあるのでおそらく丸にしてる人が多いと思うんですよね。はい、厳密に、ね、あこれちょっと意味が通ってないんじゃないっていうこの最後の「評価するため」ってあるんですけど「はい、ため」ってないんですよね。はい ああ貯めってないってどういうことですか？これはあのいわゆるこう振り返りの評価って言われるお話で、はいはい、あの一回目の論文の模試でも出している論点なんですけど、振り返りの評価ってリスク評価で行うんですよ。うんうん、でも実証手続きってリスク対応なので。はい この実証手続きを立案し、実施しなければならないは丸なんですね。丸なんですけど、評価するため実証手続きじゃないんですよ。ああ、なるほど。はい、あ、実証手続きはリスク対応で、はい、振り返りの評価をしなきゃいけないのは、実証手続きを実施する前なんですね。はいはい、正確には、はいはい、なんで、ここをためで繋いだかはちょっとわかんないんですけど、うん、他がもう明らかに。その換気法に照らして正誤判断がつくので。では。 まあ、丸にせざるを得ない。っていうところですかね。じゃ、厳密に言うとちょっと怪しいなっていう感じなんです、ねはい。怪しいかなとは思ってますね。うん、評価し、だったら、丸ですけど。まあ、違う。方通りではないってことですか、ね。じゃないです。あ<ー>、あ<ー>ちょっと、じゃ、あそこで。違うところの規定を持ってきてるようなイメージです、ね。あ、じゃあまあ罰、まあ、バツ、まあ、他のものがバツだから、絵が。まあ、結果じゃ、丸にせざるを得ないって感じ。だけど、はい、多分、受験生はおそらく、e、いで。 雰囲気で必ずかで愛をサクッとバツって切って、うんはい、上の誤り度合いがやっぱり、うんね、愛と比べると、まあ、これ正しいんじゃないかなっていうふうに考える人は比較的こちら側が思ってるより多かったっていう。うん、そうですね結構ねあの講師が考える、まあ、考えるというか講師が考えてるその正しいプロセスと違う方向で受験生が結果取れちゃうみたいな。うん ことあるので、うん、まあもしかしたらそれかもしれないですかね。ですねありがとうございます。で、えっと、次、観察上の重要性ですね。重要性。は69%はちょっと A にしては少しだけ低いかなっていう。えー、そうですね。これ正解は3番かなここ、ねはい、3番ですね。で、はい、5番にしてる人が1割12%いるのかな。5番だと、いとえが正しい、はい、ということになるんですけど、い、うん、は、 あのほぼままで当連って出てます。重要性の基準値以下っていう誤りの枝が出ているので、意判断してほしい。聞き上全部テキストには出ってて、お約束論で。あこれ結構ランダムで冬向け、冬向け、その12月向けの当連もあるんで。あなるほど。じゃあその時のものでっていうのと、で、 はまあアクセスでっていうのと、まあ、でももともとテキストでってことですよね。そうですね。<で>多分比較的典型論点ではありますが。ちょ,ううん、ちょっとこれやっぱりまあみんなどこで間違えたとか。だかその同額多分同額以下を、はい、あーそかそいかそかを多分これを丸にしちゃってるんですよね。あ<ー><だ>じゃあちょっと問いか、復習できてないか、まちょっと。 意味が,がないか細かいとば細かいんですけど厳密には未満なんですよ、うん、より低いが正しくて以下だとその金額も含むっていうことじゃないですか、はいはい、だから、まあ、監査論なのか日本語なのかっていうふうな話になる<ー>可能性はあるんですけどこれ、まあ、実務的にはあのおにがけし教官のレビューとかで監査法人に指摘があって。はい たことともある、まあ、ネタというか話で、はい、実務的にはあの、はい、同額にして指摘されてたっていう事例があったりするので、うんうん、より低いっていうのが、はい、実務的には気をつけなきゃいけないんですけどおかたとい恐らく出題された試験の方はそれが念頭にあるんじゃなかろうかと、うん、あ冬向け12月向けの直前当で3回目、はい、あなるほ,どなるほどで重症の基日値以下 っていう誤りの記述で出てますね。そういうのって、はい、当連で作る時ってそういうあの、はい、まあお出しじゃないですけど、そういうのも見て作られてるっていう。あ作れます。はい。あなるほど。まあ一応制度試験なんで、はい、それが全部ね、その実務的に問題になっているところを全部こう反映するわけではないですけど、ちょっと意識としては持ってます。あやっぱ問題意識として今その監査業界でちょっと問題になっているところを問うみたいなことですね。はい、はいそねうん、そうですね。結構財務理論でも まあちょっと数年前にそういうのと変わったりしたので、であの受,受験生がそれを追う必要は全くないので、ない側でね、あのそのの辺はカバーしてますんで、すあと4問ですね、確認で、あと5問か、確認で、これは B で49%なんで、まああの、本当に B っていう感じの正答率ですね、50%なんで。 そうですね。はたうね、はあ、もう多分2択までいったけどみたいな感じの方が多いと思いますけど、はいね、絞りきれないと思います、多分。二 2>,、うん、2番が正解です、ねはあはあ。なんで、自信持って正解したっていう人は、あんまり多くはないと思いますね。これが、はあえと、一応テキストには、あ u いうは出てて、はい、あ。で、いうは、まあ、当連とか問題集で使ってはいるって感じですかね。はあはあ 出てるんですけどねちなみに「い」は2行目に「当該債が虚偽表示の兆候を示しているもの」としてってあるじゃないですか正確には兆候を示しているかどうかを判断するためなんですよ。これもだから日本語っぽいんですけど虚偽表示かもしれないから調べるんです。 この文章は虚偽表示の兆候を示しているものとして、兆候を示しているものって何なんですかね。虚偽表示じゃないってことなんでしょうね、じゃあ。でも兆候を示しているものって何なんですうね。日本語の問題になっちゃうの難しいな。虚偽表示ではない。でも兆候という断定って何だろう難しいな。断定口調になっちゃってるのが言い過ぎだから、それで。まあ ちょっとなーっていう、なんか言葉尻、捕らわてっていう気がするので、ちょっとな、好きな選択肢ではない。なはい、これは確実に切れるとしたらどれがくる感じですか、ね、確実に切れるのは、ああーなるほど。ああですね。あとは、その可燃度の方、はい、担当対策講義を受けていた方は、 絵は切れます。そうですね。あ、も一応担当対策講義では扱ってます。あ、テキストにも載ってます。絵はこの指針まで解説にボンって入れて話をしているので。ああ、なるほど。あとは判断。ああいうで、ああ、絶対初年度生でも取らなきゃまずいっていう感じですね。やっぱだからいいですね。うん。いいがちょっと。読み取りでっていう感じですかね。そっかそっか。 あ、じゃ、あちょっと、これはま、まあ、49%パーの、まできれば、欲しいところではあるんですけども。まあ、まずは、あの、ああいうの復習やって。いう感じですね。そうで,すねで、は<ん>この、なんか、ちょっと、日本語の読み取りっていうところは、おそらく。まあ、ちょっと、アウトプットのところかもしれないので。もしなんか、理解がしっかりやれてて。<ん>まあ、その、a とか、バシッと、取り切れてるというか、だったら。まあ、ここら辺とかは、担当対策講義を受けて、っていう感じですかね。そ,そうですね。まあ、気にしすぎても。 キりがないっていうところはやっぱりあるので,で、ね、そう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 これまあ恥かげ僕はもう気にするなって言いたいんですけど、はい、こういう形式で出るとしても、うんうん、もうちょっと別のところでもこかねキりがないんですよね、うん、まあさっきあのリスク評価のところもありましたけど、はい、ここ数年あの換気法の正しい記述、はいまあ、改定全文とかもそうなんですけど、はい、正しい記述なのに 規定ままじゃないケースがあるんですよ。あ、さっきの十四番の絵ですね。はい。正しい記述なら規定まま出せばいいのに、はい、うん,うん、うん、意図はわからないですけど、はい、引っ掛けようというふうな心積もりかわかんないですけど、はい、この問題重力のうもそうなんですけど、原文ままじゃないんですよ。はい、なあ正しいものをちょっと引いた原文に、はい、原文ままじゃない正しい足が多いっていうか。かそうすると当然ながらあの表現が変わってきますよね。はい。 はい、なので、そこも気にしなきゃいけなくなってきちゃう、今度は。それはやっぱりもう、作文者の意図とか癖とかなんかもそんな時期になってきちゃうので、そこまでは当然対策取りようがないですから、基本的にはもう、ちゃんと論点を抑えるっていうことだけで、合格ラインには達しますので、うんうん、あんまり出題者としても、別のところでバツって気づいてほしくて、作ってるはずっていうのがあるので そちらの方にちゃんと乗って気づけるように、はい、あの基礎的な知識を固めきるのが大事って感じですか、ね。はい。うん、で、えーと、あと4問ですね、不正リスク対応で,、はい、で、これ3番が選択肢正しいですね。で、75%の方が取ってます。はい、ああ、そう,ねうん、そうですね。これが、<う>えっと、まあ、いウエがテキストで、はい、で、当連で「う」を出してますかね。ただこれ、を えー、ウは誤りなんですけど「う」を正しいと思ってる人がちょっといらっしゃる。2>, うん、2番を正解にしてれば15%ぐらいいるっぽくて、はいはい、これも「う」はテキスト通りというか換気法通りじゃない聞き方をしてるんですよ。うん、じゃあちょっと表現が違った時に何か。はい、違うんですよね。うん、ただテキストには載ってるんでですうん、うん、なのでこのウのこう 後ろの方のこの相関上元帳に記録された仕分け入力の適切性を検証するっていう。この表現を見たときに、テキストのあそこだっていうふうに思い出せた人は。バツってできるんですけど。なるほど。それが出てこないと。まあ、まって言っちゃう人は。うん。一割ちょっといたってことですよね。十五パーぐらいいたってことですよね。うんうんうん、なるほど。じゃあ、やっぱりちょっと問題文見たときに、一回もテキストの該当ページを思い出して。 でそこにこう照らしてっていう判断するとこういうとこでミスることがなくって感じですかね。そ、はあ、うですね。まあ、75%なんでやっぱこれはもう確実に切らないとっていう感じですね、はあ、うわ、できればちゃんと正解はしてほしい。うううん、うん、うん、そで、えっ、ー、と、18番が B で、で、テキストには U で、まあ、いう上が当連とか問題集とかで出してるって感じですね。 思ったより正答率は高かった印象です。あれとかを復習してたか、ね、なんかまた別のところでもしなければならないとかでちょっと切ったかとか、ねうん。そうですかね。あの評価する必要はないで、いや、そんなことはないんじゃないかなみたいな。うの×はすぐ切れるんで、はい、はい、でイとえの正しい記述が悩ましいんですよ。はい、ちょっと、うんはあ。それもあって、まあ、B かなっていう。 うん、ところではあるんですけど、うんはい、まあ、相対的にちゃんと選んだ人が多かったっていうこうなんでしょうね。これって、当連ってどこで出してた感じですかね。当連ですかちょっと EU が全部当連で出してたか、ちょっと探すのあれかもしれないですけど。いや,いや、それはなんかね、とまとまってます。えっと、い、全国模試、冬向け、12月向けの全国模試でいいが。はい 出てますで「うは」は、えーまあ、アクセスでほぼ同じ問題が出てる。うん、あ,るあとは冬向けの直前トレ1回目で「はい、う」が出ています。で「う、えー」は春向けこの5月向けの直前トレン第1回で出てゃます。全部入れてないんですけどね「う」はい、えなんかはその直前トレンとアクセスと問題集とって3箇所。 載ってたりとかもします、ね、あ形は変わってますけどね、当然。うちょっとそういうアウトプットとテキストのその該当ページとか行き来したりしてるとこういうところでまあ、B だけど結構その場で判断とかがちゃんとできるって感じですかね。うん、ですね。で、これ GC であと2問ですね。次の問題ちょっと低めで34%ですね。特別目的、あ、はい、これは多分皆さん、うん いんじゃなかこれ、あれですよ、だから、いは、いはわかります。はい。いはテキストに載ってますし、まあ、典型論点です、これは。ですけど、まあ、ほかテキストには載ってるとはいえ、まあ、ちょっと厳しいかなっていう、問題で多分見てないでしょうし、客集ですね。なので、まあ、あは、えっと、本文かな。でも 多分特別目的の論点を文言をこの細かさで覚えてる人多分いないと思うので、まあ厳しいかな。で、うは多分見たことないうん、うん、でしょう。うでね、はキ言えば客中なので。ああいえがテキストには載ってるけど、まあ、い<ん>、e、が当然出てて、い、e、がちょっと切れてほしいっていうことなんですよね。じゃあ、そのあたりで、まああいえを中心に復習してもらいたいと思います。<ん>で最後でですね関西役とのコミュニケーションで はい、で、最後はこれ78%で、ここも A で、うん、で、正解が4番ですね。うんはい、そうですね、これはまあ、簡単な問題と、簡単じゃない問題とはちょっとまあ、入り混じってるところではあるんですけどね。一応、うん、全部テキストには載ってて、で、うん、問題集に載ってるのが、e、EA が問題集ですね。うんはい、すで、答連が、A が出てるので。イと A は簡、い、単、うんうんうん。で、まあ、あとうで、うでですね、ちょっとタックの答連で、 ちょっと紛らわしい似たようなコミュニケーションマストじゃないっていう選択肢を出してましてでその「監査期間中に困難な状況」っていう表現は同じなんですよでもまあちょっとはしょっちゃいますけどたや要求事項でたや適応指針になってるんですね。うん、あーはい そこでちょっと引っかかっちゃった人はいたかもしれないんですけど、はい、どそこはちょっとね、こちら側としてもうちょっとフォローすべきだったなっていうところではありますね。うん、78%と人が取ってるってことは、かなりあの自信持ってきった人が多分多めの問題ではあるって感じですかね。な,な,なので、迷うのはあとうなんですけど、ただ。 あはは見たことないはずないずんですよこれ書面もしくは電磁的記録または口頭って、はい、じゃあ何でもいいじゃんって話になるわけですよこれ口頭か書面、まあ、電磁的記録ってまあメールとかそういう系ですけど、はいはい、それ以外の伝達って逆に何があるのみたいな感じになるのでうんうん、うん、こういう引っかけがそもそも他の論点でもそんなないみたいな、まあ、このフレーズがそもそもまあ存在しないので書面もしくは電磁的記録または口頭だったら、はい あの方法は何でもいいってことになるわけですから。こんな規定はありえないんですよね。まあだから引っ掛けで出してるんでしょうけど。これ当連ってどう引っ掛けで出してたんですか。当連は,トレンは、まあこのえっ、ー、と、当連もそんなかな正しい記述かな。まあこの引っ掛けではなくあの同じ論点でってことですよね。あ,あこれ正しい記述で、あの書面または電磁機記録。うんうんうん。なるほど。 で出してます、ね、だから口頭は入ってない、書面がマストだっていう論点があるんですけど、それの正しい技術で出してます。これも、まあ、やっぱ78%なので、その取らなきゃいけないって時に、そういう,こうあの、まあ、テキストに戻るとかあの、配られてる、まずは問題集とかですかね、<ん>そこから、まずみんなが取れるところをしっかり固く実にって感じですかね。は<ん>ありがとうございます そしたら、じゃあ、これで全部の振り返りしましたので、えっと、事前にいただいてたご質問1件と、それからちょっとだけ、まあ、ちょっと時間が過ぎてはいるんですが、あの1、二件とかであれば、売れられるかと思いますので、何かありましたら、ノキュアンド A ですね。お願いします。ちょっとじゃあ私の方で画面共有切り替えますね。停 c すればいいですか、はい、あ、そうです。あ、今、私の方であるので。ああ<ー>、<laughs> はい、はい、はい。りがとうございます。で、ちょっと待ってくださいね。 そしたら、えー、とじゃあ事前にいただいたご質問で80点 <laughs> 取れたという方なんですけどもあの担当の直前期にあの、まあ、ぐるぐる回したとテキストとか問題集とかを回したとでその勉強をあの12月まで続けるのかそれとももうちょっと論文見せた勉強をするかというご質問があったんですけどもちょっとまた具体的な状況とか80点の中身とか あると思うので詳しくはまた相談に来ていただけたらと思うんですけども何か高橋先生の方から、まあ、この方法がまず直前期の勉強としてはいいのかどうかとか、うん、まあこれから学習進めるにあたってどうかというところだと思うんですけども、まあ、この超直前期ってことでいうと、えっと、この勉強自体はそこまで大きな誤りはないかなとは思うんですけどもそうですね、うん、もちろんその勉強方法って人によるので正解はないんですけどうんうん、うん、そうですね僕は ちなみにこれでしたっていう,うその、まあ、テキストは回してるっていうよりは、はい、テキストは全部終わった上で直前にあの問題だけ解いてたんです。インポットは全部終わってるってことを前提にして最後担当の前1週間か2週間か忘れましたけど答、はい、連をあらかじめ論点別に並べてて、はい、正解したやつを全部僕捨ててって,ってたんです。 必要なはい、これはもう絶対解けるってどんどん捨てていくと当たり前ですけど間違ったものが残るじゃないですか。で最後の最後に残るのはなんかまあ超マニアック論点が残るんですけどそうやって解いてました。もちろん間違ったらあのここに書かれている通りテキスト戻るっていうふうにはしてましたけどそれで回してま、はい、ありだと思いますね。うん ちょっと気になるとしたら十<と>週ってことでこれ五十日されてるのかなっていうああってことで言うと50日間この担当直前期の勉強はちょっと長いかなっていう印象はあります、ね、長いと思いますね、うん、まあこの本当にぐるぐるっていうのが最後の一ヶ月とかは全然いいと思いますしただまあさっきのそのまんべんなくだとまんべんなく中途半端になる可能性はあるからちょっと自分の中でこの章はてこい例とかいうのがあってもいいのかなと思うんですけどまあ目安としてやっぱ 10月前半とか頭ぐらいまでは、もうちょっと理屈重視でやるとか、あの手こやいでするとかがあると思うので、はい、ちょっとその、はいまあ、10周というの自体は、ちょっと私、長いかなとは思いますかね、うん、基本的には全部トレン終わったあの話になります、かなり。なので、インプットは全部終わってます、もし終わって、直前トレーング3回目終わってましたの。の 後じゃないですか、ね。あ直接やる。三回の後だと、最後の二週間とか、ね。ぐらいで十分かなと思いますけどね。それまでだったら、はあ、まあ、もうちょっと時間かけるとか、はあ、論点ごとで。もう少しやるとか、っていうのがあってもいいかなと思いますね。で、あとは、その論文見せてって言った時に。まあ、どういったことかっていうところですけど、まあ、でも、論文見せてっていうと、はあはあ、まずは理解重視とか。 インプットもうううちょっとととやるとかかいうところでですすねねそ基準集ってあくまで使い方とかうん、うん、そういうレベルの話で例えば論点を理解する上で必要っていうわけでも必ずしもないのでとりあえず現象は置いといて、はい、そもそもその論点をちゃんとこう理解できてるかどうかっていうところをきっちり見直した方がいいとは思いますね。うんうん そうですね、あとはその不合格の原因が計算ということだったので、ちょっとそれを考えると、やっぱりあんまり、ねうん、ぐるぐるやるとか、基準週まで使うってやると、ちょっと監査論に時間使いすぎるかなっていう、はいうんで、すねからまあ、あのちょっとその丸暗記を減らすってことは、今の時期とか9月末とかにかけてしでいただいて、うん、まあやっぱ、うん、計算に当てた方が、総合の点数やっぱりガラッと上がるので、いいかなと思いますね、うん、そうですね。 うん、うん、まあ、ちょっと八十点の中身で気になることころとかありましたら、また来てもらえたらと思います。はい、ありがとうございます。そしたら、ちょっと四件いただいてますので、こちら、ごし、あの、ご質問を受けてから、今日終わりたいと思うんですけども。ちょっと夜遅くなってきましたので、ちょっとかいつまんででいければと思います。はい。めちゃくちゃ。これ ピッて押したたら僕も映映るのーす、ね、おっすごーい。<laughs> これがあの YouTube の配信の時に映らないの、うん、ちょっと読み上げ私のほう素人感丸出で,で,で。し、え、で、ー、5月担当で問題集は通れねいたところやマーカー部分を中心に結論ばかり覚えてましたと。うん、で理解が合間だと感じてます。でテキストは脚中も含めて一度は生存すべきでしょうかと。 ですね、あの客中まで含めて全部制読するのを一度だけでもやる必要があるのかとか、まあ、結論ばっかりだったからってことですね、そうですね、うん、まあもちろんその客中も客中に書いてある内容によってきちゃうので、一概には言い切れないですけど、うんはい、最終的には担当で客中がさっきもちょっとコメント出ましたけど、出ることはあるので、はい、もちろん重要性は低いから客中に落としてるんですけど、1>, はい、1回は読んだほうがいいと思います。 そうですね、まあ、何回も読む必要はないですし、うん、本文と同じ回数読む必要はないですけどね、うんうん、もちろん。はあ、そうですねあの、まあ、ずっとまんべんなくだとその、客中見るってことは、そのまま薄まっちゃうって可能性もある、ね、とりあえずは、見たことがあるっていう状態を作るのがまず第一歩なんで、覚えてるか覚えてないかは、その次の話でなはい。 じゃあちょっとそのさらうって意味ではどっかで見るのはやってもらってって感じですよね。あとテキストを生読する際に何か意識していただいたとかありますか、うん、っていうことですね。ああ、これもどうですかね。うん、ねいろんな考え方があるんですよ。うん。なんかまあ目的によってもちょっと違ってくるってとこですよ、ねではうん。ちょっと変化球でいいですかあはいはい、お願いします。はい、時間帯。 あー時間帯僕がこんな偉そうにカウンセラー講師やってますけど、はい、実務ついたことないじゃないですか。あー勉強してる時はるです、ねはあ。だから何言ってるか分からないものを、はい、あの午後の昼下がりに目を通すのはかなりきつい。なので、はいうん、これも趣味ですよ趣味の問題ですけど、はい、僕計算を午後にしてたんです。<laughs> 原産は嫌顔にも電卓たたくんで眠くなりにくい。なので理論科目は例えば朝とか、はい、あとは夜とか夜は疲れが出てくるのもありますけどね。と、ね、い,いうふうにしてとは、うんはい、ありました。あとはそのまあ読んでても、うん、あのどこまで読めばいいかっていうのが分かりにくかったりもすると思うので全部読むようにするんじゃなくてやっぱり絞って読んだほうがいいです。うーんあの 今日はここ、はあ、こういうテーマでみたいな。はい。なんとなくよただ読んでるだけになっちゃうと。はい、なかなか、あのー。 集中ができないというか後から忘れやすくなっちゃう思い出しにくくなっちゃうとか私も在理の講師やってますけど在理のテキストたん30分以上読んだことあんまなくてっとしちゃうんですよか読んでるんだけどんかこうすり抜けていくみたいな感じになるのでちょっとテーマ決めてじゃあんか今だったらショートビラにワードっていうのがあるのでそこからちょっと思い出して思い出せないとこだけ今どうにかしようみたいな。 のは二十分あたりでテーマ決めるとか、うん、まああの元気な時に理論科目はやった方がいいかもしれないですね。すね特に好きに、うん、あの好きになった科目は多分夜でもできるんですよ。夜とか昼でもいけるんですけど、ちょっと今やだなって科目は、まあ頻度を上げてあげるとか、うん、細切れにするとかされるとあの満足感みたいなことなくていいかなと思います。うんうん、集中力が出るように、うん、そうですね。そうそうそう,そう、はい、考えた方がいいと思いますね。うん、あと人にもよるんですけど。 まあ午前中と,あと夕方ぐらいが結構集中力高いことがあるらしいっていうことなので4時、6時とかでも人によってはもう午前中もずっとなんか気持ち悪いですみたいな人もいるのでまあそこはやっぱりご自身とあの自分で分析してってことだと思いますねはいいます。ありがととうございますちょっと待ってくださいあ OK ですね。じゃあ,あと三3件で、えっと、YouTube の解説を聞いて分析をしたらこの選択肢はしっかり判断をしてほしかったと。 言っっていた問題はしっかり正語判断ができましたただ残り2択で判断ができなくてミスした問題が多々ありましたと、うん、A が数問ミス B が全部不正解と、うん、なるほどなるほど、うん、でどのように12月に向けて意識や勉強法をすればいいでしょうかと A が数問ミスになってるってことなので、まあ、もしかしたら問題集とか当連の復習がやりきれてなかった可能性が あこれはですねもちろんその具体的に行かないと分からないのもあるんですけど次の方の質問も、はい、あの多分まあ同じような話になってくると思うんですけどま <laughs>、うんべんなくやっちゃダメななんんんですよまべ<ー>く B 論点を取り入れにするっていうのは、はい、僕は無理だと思っているのでその選択肢を間違えたりを考える。うん 例えば同じ A の論点とか同じ B の論点でも、はい、その選択肢、こっちの選択肢とこっちの選択肢で、間違違ったりはは絶対違うはずなんです、うん、あその文章の読み取り方とかがやっぱ問題によっても、間違え方が違うみたいなでな、ねはあので、同じ B の論点でもひょっとしたら、自分が勉強していた時間が全然違うかもしれないじゃないですか。あこっっっち側はいっぱいぱやってた B で、ま 違ったこっち側はあんまりやってなかったビデ間違えたかもしれないでしょうしうん、うん、単純にそこの論点をスポッとこう,もう抜け落ちてた可能性もありますしなのでその重要性で取っていくのはあのもちろんその通りなんですけどこの論点というかこの選択肢を正誤判断できなかったのはなぜかそれって自分しか分からないので、うん、自分で考えるしかないんですよね。 なのでまたミスっていうのをもっと分析して A のこの足をこう考えちゃったとかとで,か、ねでま、自分があの担当対策講義の時に話しているというか、まあ、配っている問題もそうなんですけど、はい、間違っていい間違ってていいから誤りの理由をはっきりさせてくださいって言っいますあ自分でその判断する時にってことですかそうそうそうこの誤りはなぜ誤りなのか正しくするならどういう正しい記述になるのか、うんうん、それをはは 切りさせてから、その判断のプロセスなのか、そうそうそう、純粋な勘違いなのか、知識漏れなのか、はい、だか山間だったら山間でもいいんですけど、うんうん、これは山間ですって言ってやってほしいんです。はい、だったら、ただのインプット不足ですねっていうふうにはなるんですけど、うん、自分がどこが間違って、その丸ツを間違っちゃったのか。 でそのプロセスをはっきりさせることで、うん、そこを改善しましょうっていう話になるわけですよね。で、それは重要性ごとに違うんじゃなくて、論点ごとに違うはずなんですか、うん、そうですね。多分難易度も、あの難易度の ABC っていうのもあるみたいですかね、おそらく難易度、A を間違える人は、A っていうのは基本的にはテキストに載ってるところばっかりじゃないですか。はい、なので、テキストを、はい、あの抑えきれてなかったっていうことになるので、はい、じゃあそのテキストに載って、 言ってているははずなななのののに間違ってしまうのはなぜなのかうん、うん、じゃあそのテキストに載っている論点は普段どう読んでいるのか、うん、例えば自分なんか1回あったんですけど線引っ張ってるのに覚えてないとかね、うんうん、だから引っ張ってるだけで終わってるとかそれってまう、あ、一回線引っ張っちゃったら消せないんですけど、うん じゃそれどうやったら変えられんのかなとかっていうのを、んなんで普段の勉強の仕方というか、その読み方とか、うん、僕はちなみにあのもう書いてたんですけど、うん、か書くいてですと、写経です。あなるほど 読んんででるると寝るんであ覚えたい要求事項てて覚えたいところはもう書くしかないと思ってもう腕痛くなるんですけども、うん、書いてましたああの読み流しちゃう癖あるなそはい。って3ページ進んで2ページ戻るみたいなのがもう日常茶飯事だったんで、うん、書くようにしてましたけど段のその読み方とか、まあ、そのさっきの時間帯とかもそうですけど、うん、どうやったら忘れないようになるかっていうところは 普段普段の勉強の方法そこを見直した方がいいっていいん、うん、僕はその取れない時に勉強方法とかもありとあらゆる勉強法を試したんで、はいはい、あこれが合うそれが残念ながら書くっていうすごい非効率な方法だったんですけど。<laughs> もし,まあ、しょうがないですけどね、うん、僕の場合はいろいろ試した結果ということですよね。はい、そうですね。うん、なので、なんで線引っ張ったのに忘れてるとか、はい、読んでたはずなのに思い出せなかった。じゃあ、それはどうしてだっていうところをいろいろ試してみる。よく言えばそれを選択したいんでやってくれると、一番いいかなと思いますけどね。 なので、じゃあまずはもう一歩だけあの問題の内訳ですね、うん、見ていただいて、でそれをもうとこう見比べてされるっていうところがまず一歩大事かなってところですかね。はい、ありがとうございます。あと二件ですね。うん、はい、あ、でそん次の方も同じです。そすね。ちょっと読み間違まし、ね、正しい理由とか、はい、誤ってる理由がはっきりしていない。うん、そうですね。うん、えっと監査論が感触が良くないものの点数が高いことがありますと。 ですね、で自分の感触と点数がある程度相関があると安心できるのですが、うん、どのような具限がありますかと、まあ、手応えよりもなんか取,り取ってると、それはそれで不安っていうことですかね本試験はいいんですよ、丸っぽい×っぽいで、受うん、うん、かれっていう話なんで、ただ、当練に関してはても復,習<ー>復習できるようにしなきゃいけないので、はい、正解しているなら正解している理由。 間違ってるなら間違ってる理由がはっきりしないと、復習のしようがないわけですよね。うんはい、なので、感触っていうのは、やっぱりちょっと抽象的な話になってしまうので、はいはい、こうこうこうだからここは誤りだ、こうこうこうだからここは正しい、うん、でそれがわからないならわからないっていうことを前提にした上で丸、丸ツにする。 うんそうすると仮に合っていたとしても僕の評価と、うん、例えば僕が受講生だとして丸っぽいな、はい、×っぽいなっていうように正誤判断つけた結果として正解したんだとしたら復習するときは僕はそれは間違いって言って復習するので、うん、ちゃんと抑えてはないとかまか、あ、ラッキーに近いなので消去法であの当たりましたとか丸っぽい×っぽいであの正解しましたっていうところは。その 結果だけ見ればあの丸になってるんですけど自分の中で丸にしちゃいけないんですよ。あじゃあ,、まとまあ本試験はまあそういうこともあるけど本試験は最終的に丸っぽい×っぽいで、うん、当たればいいので分かんなかったらもうそれでいくしかないのでいいですけど、うんうんまあ、ちょっと今回の振り返りについてはきっちりやるけど、まあ、まずは今回の振り返りの時に×あの、まあ、と思った判断の基準。 とかを確認して、うん、でそれを答練時はもうより結構厳密にやらないと、うん、そのズレがずっとそのままになっちゃうとか。うん、判断のプロセスが合わないとか、かもしれないので。うんうん、でちょっとわからないものはわからないっていうことが大事なんですけどね。それを丸っぽいパっぽいにしちゃうので、あはい、曖昧になっちゃうんです。うん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 。そうですね。か、ちょっと原因としては、まあ、まあ、やれることとしては、まあ、答練の振り返り方とか、まあ、受けてる最中は。うん まあ、関する結構時間余るので、私はやってたんですけど、まあ、自分の判断の根拠を書き込むとかは、やってもいいかなと思いますね。すねうん、はい、どうぞ。最後一件ですね。はい。で、えっ、ー、と、二十目標の講義が見終わってませんと。そっか、そっか。で、このまま二乗目標の講義、岡田先生を受けて。で、その後、岡田先生の担当対策講義を受けるって感じでいいでしょうか。そこ、そこ<ー>。ああ。そこまでかかるかな。高級講義なんですかね。そうですね。初年度生向けの講義が見終わってないということですね。 ででであればまずはそそちらすすね、まあ、そうすねう時間があるなら受けた方がいいと思いますね。はいうんまあ、今だったらあの8月末までそのまま受けられるのと、まあ、2年チャレンジっていうコースだとそのまままだ来年末まで2乗目標の初年度の講義見られるというのがあるんですがあの初年度制と同じようにまずはあの8月末までに講義を受け終わってほしいと。でその後で岡田さんの担当対策を見るかってことでいうと。 それがいつの時期かによるかもしれないんですけども、そうですね、どれぐらい岡田さんがその1年目の講義と、まあでも、はっかりだからな、かなり圧縮なんですよね、圧縮なので、もちろん基本的な内容はやってるんでしょうけど、配った問題、解いてくることを前提に話しているので、インプットは苦手だけど、一応講義は終わってる前提ということなので、まずは初年度生向けの講義を受け進めるということですね。 だまあ普通に考えたら、このまま24年の目標が余ってるなら残ってるならそれ受けて、うん、まあその後岡田さんの担当対策講義になるのがオーソドックスかじゃないかなというか、んまあ、記憶が結構鮮明だから、うん、もう初年度生と同じ感じで、まあ、例えば改正のところだけ新しくやるとしても。 まあもしかしたら初年度生って担当対策講義は受けないでそのままイメージちゃんと鮮明なままで12月受けるということもあるのでちょっと状況によっては担当対策講義は総論のところだけちょっと初回だけ<ー>ちょっと概要をもう一回さらうっいう意味で受けてもいいけどあ<ー>まあ8月末講義終わるんであれば時間次第に合っちゃいますね。担当問題集自体が終わらないとかの方がまずいかなとは思うあそれはそうですね。 もし、ね、あの6月末で終わりますとかだったらそこでもう一回やったらいいかなと思うんですけどちょっとまたあのオープンチャプトとかでも学習方法を私受けたりしてますんで何かあったら来てください。はいどうぞ たらちょっとあの時間をオーバーしてしまったんですけどこれでじゃあ,あの監査論のリスタートのガイダンスにしてはあのについてはお開きにしたいと思いますのであの皆さんあのよろしくまで <laughs> ありがとうございました。うん、高橋先生ありがとうございました。い,したいえいえ,いえこちらこそありがとうございました。はいまたあの機会があればいろいろ一緒にできたらと思いますのではいお願いします。はいそしたらじゃ以上で終わりにします。お疲れ様です。またあの他の科目についても YouTube 配信されてますのでぜひあの参考にしていただきたいと思います。 以上で終わりにしますお疲れ様です